い、あのまずタイトルいきますか。はい、めっちゃ見てるやん。はい、寝返りテレビとあラジオ日和のコラボ2時間企画忘年会スペシャル。あれ今タイトルだってどこにも出てませんからね。今初めて聞いたぐらいの、そうなんだって思ってよく言えましたね。なんかあの詳しくはツイッター見てください。あの正式なタイトルはそっちで確認してもらえるとね。はい、ねえ、もう相変わらずね、はい、打ち合わせもなく始まりましたけども、はい、どっからいろいろなんか広いところ満載やもん。はい、はい、まず寝返りテレビをご覧の方で、うん、ラジオ日和って何ぞやって思ってる方もしかしたらいるかもしれないから。おそれどっちもちゃいますか。そうですね、うん、ラジオ日和と寝返りテレビ両方とも説明とかした方がいいかもしれませんね。初王です。初王です。初王です。で、寝返りテレビはどんな感じですか。寝返りテレビはですね、うん、このカメラこっちですよ。この3人でですね、この3人でねやってる楽しいユーストリーム番組です。発祥すぎやな、もう。そうでしょ、大体そうでしょ。1ヶ月に1回ぐらいの割合でやってるんですけど、はいはい、自己紹介した方がいい。あ、そうですかね。ほんまやね、いいこと言うね。そうですか、はい、ありがとうございます。チャハラモンです。はい、福山純郎です。矢ヶ崎です。はい、はい、ありがとうございます。この3人でやってますが、ね、はい、今日はもう一つ、はい、小町日和というユニットさんが、はい、されているラジオ日和というラジオ番組がありまして、ネットラジオの、はい、そこのと、まあ、コラボ企画ということで、はい、このラジオ日和の、はい、西村智恵です、はい、ラジオ日和というのは私と修納さんが、そうですね、はいはい、やってるネットラジオです。はい、はい、もうはちゃめちゃラジオです。ひどいよね、あれもね。あら、そうですか。あら、今何いきなりダメ出して悪口してる。いや、人のネットラジオに対して。何ですか。だってもうこの前衝撃的なトークいろいろ繰り広げとったやんか。本当ですか。どんな感じの。何やったっけ。あなたもエクボってめっちゃ気になってる。確かに確かに。アバタもエクボっていう言葉があるんですけど、もうなんか日本語がね、よろしくないよね。そうなんですよ、おろそかというか。いや、でもなんか最近流行りのちょっとに言葉をおぼつかない子みたいになってるのが嫌で、頑張ろうと思ってるんですけど、はいはい、ちょっとおぼつかないです。流行ってるんですか、そういうと。なんか日本語変な可愛い女の子流行ってるじゃないですか。今可愛いつけたね。びっくりしたもん。俺もちょっと油断も隙もないよね。まあまあ、恐ろしいわ。恐ろしい。恐ろしい。いやいや、拾っていくよ、もう。うん、そんな感じ で、ね、はい、あの忘年会で、ね、忘年会ですからね。ちょっともうお酒開けません。今日はそうや、今日もなんかガソリンがね。今日はあのこう、え、こっちに、あ、こっちのね、こっちにもあります。それは誰のですか。これあのいろいろ後で説明することいっぱいあるんですけど、この人負傷してます、はい、そうなんですよ、大丈夫。え、大丈夫です、はい、また後でゆっくり。じゃあこれ開けますか。なんか、はい、これは、あ、それあのね、あ、近くのローソンで買ってきました。これさっきあのこれですよね。いただいたやつ。はい、あ、これもいただいたやつ。はい、あ、これね。あの今見に来てくださってる方から。今日はあのお客様も来ていただいてるんで、はい、ね、差し入れをいただきました。ゴールドで金箔が入ってます。ゴールドで金箔が入ってるんだね。ゴールドで金箔が入ってる。ゴールドってこの側の話ですよね。あ、なるほどね。名前の話です。名前ミオのゴールド。ああ。ミオを飛ばしたよね。なるほど。なんでこんなちっちゃいゴールドだけ拾った。ミオがめっちゃあんのに。ミオはちっちゃいゴールドだけ拾った。ミオは飛ばしたやもんな。ゴールドがメインですか、ね。そうやな。色、見た目の色だけやな。なんかいっぱい来るから処理できないもん。ミオは飛ばしたやな。まあじゃあこれ開けましょう。せっかくいただいたら。あのソフトドリンクがあります。ない感じ。いただきます。あれに聞いてる。いや、大丈夫、大丈夫。ダメ、なかったら結構。あ、私のお茶飲みますか。え、そういう感じ。いいんですか。ちょっと紙コップでこちらをいただきました。え、お客さんから出された
やつも飲めないで、飲みますね、飲みます。びっくりしましたよ、自分ちょっと自分自身の意味を疑ってしまったんですけど、なんか軽く嫌な合コンの女子が、なんかすごい私飲めないの、私飲めない、どういうことそれ。じゃあ何なの、じゃあみんな初めはそれで乾杯させていただく感じですね。でも入れたよねこれ、あのこれは入れる、また後ほど食べます。ありがとう、そういう感じで映ってるんか。密かに吹き出し事件がここに。これバッキー違うね。あっちにもこっち。これもこっち。こっちにもカメラ。あっちキャメラ。あっちも。はいはい。今変わります。そうそう、はいはい。何地味になんかしてるの。ちょっとふふふ吹き出す事件がありまして。あ、ほんまに。あのスパークリング。あ、そうですか。だいぶさっき振ってたよね。金服金服やって。金服金服。なるほどな。はいはいはい、はい、よっしゃ今日は頑張ろう。長丁場ですね。長丁場です。長丁場です。はい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 。いいんですか僕ら、あの皆さん、これね、皆さんもね、せっかくのね、はいはい、という、あの回していこうか。あ、いいですね。振る舞っちゃおう、振る舞っちゃおう、振る舞いましょう。だからいっぱい、ね、あの、まだね、コップはまだ多分ある。そうそう、いっぱいあるからね。じゃあ、ね、入れるし、ともちゃん、お振る舞いを。お振る舞いします。はい、お振る舞いします。こちらの皆さんにお振る舞い、はい、せっかくだからね。お前を。それで乾杯したり、ね。みんなでね。はいはいはい。これも。これも入れたんだ。まだいきますね。あそこの、妖精も。妖精、こちらの妖精さんもいい。あ、こちらに妖精は飲めない。今日は、あっちの妖精は今日は飲めるって言って喜んでるんです。なるほど、妖精さんもこっちの妖精は今日は飲めない、和歌山の方の妖精は今日は飲めない。和歌山の妖精今日車を入れてる、池田の方の妖精は飲めない。私の寺井さんがいません。私の寺井さんはあれじゃないですか、今までいましたよね。まあそれはいろんなご都合があるんじゃないですか。あ、そうね、あのラジオ日和は3人でやってますからね。そうですね、そうね、そうね、あ、あの いらっしゃいました。無前と坂本さんいらっしゃいましたよ。よかったよかった。はい、もう行きましたか。もう行きますか。あの、寺井ちゃん、寺井ちゃん、寺井ちゃんも乾杯。あれ、もう一個ありませんかね。もう一個だからここにあります。はいはい、これ一個あります。これ寺井。私ないです。あ、私じゃないの。私飲めるの。私飲めないけど。乾杯です。はいはい。じゃあ私だけ色違いですか。あ、はい。いいやんかもう。あそこはね、やっぱり。はい。はい、あの金ですか、これ金粉が、はい、すごい。じゃあ、はい、演技がいい感じです。あの乾杯の温度、はい、福山先生、はい、福山先生、福山先生、じゃあ今年もお世話になりまして皆さん本当にありがとうございました。来年も楽しく過ごしたいと思いますが、あ、皆さんのご健康とご多幸を記念いたしまして、乾杯乾杯。つらつらと出てくるね、慣れてるね、そういう挨拶慣れてるね。イエーイ、トナカイ、イエーイ、トナカイ、もう目座ってるやん、トナカイ、大丈夫？早いな。あ、美味しい。あっちの和歌山のトナカイさんは、うんうん、あのいつも車で来てはるから、なるほど、僕らと飲むことがそうそうないんで。そうね、あの、うん、今日はここじゃないんですよ。あ、そうですか、大丈夫ですか、機材も。あ、なるほど、そういうことね、素敵ね。これ金粉がふんだんに入ってますよ。今日はどれぐらいやるんですか、時間的な尺で言うと。今日はね、2時間スペシャルですね。2時間スペシャルですよね。2番組合体の2時間スペシャルっていうことです、ね。あ、なるほどなるほど、わかりました。それで、会話に困った時のように、私があのこちらに、いろいろとお題を、いろいろとお題を書いておきました。素晴らしい、はい、さすが、おじいさんか。ねー、はい、まあいろいろとありますけれども、え、これは別に何か決まったあの今日はあれがあるわけではなく、もうこのままグダグダでいく、行くんですね、はい、分かりました。もうだって今まで打ち合わせしたことがあったか。ないです、ないです。怒られてます僕。いやいや、あったかみたいな感じ。なんか最近よー怒られてるの、まあ、いるわ。よー俺の前で怒られてるよね。まあね、まあまあ年になってね、怒られることってなかなかないですからね。なかなかないよね、うん、あの新鮮だと思いますけどね、うん、周りの方はね、僕はまあ結構怒られているから慣れてますけど、すごい美味しい。これ何、すごい美味しいよね。これミオっていうスパークリングの日本酒ですよ。あ、はい、あ、ちゃんと言うたね、ちゃんと言う。ゴールドがすごい、すごいですね、金粉の。すごいですね、演技がいい感じですね。いやいや、美味しいですよ。金粉は消化されないんでしょ、きっと。消化されるの？消化されないよね。消化されない。そうなの？やっぱそのまま排出されるってことですか？キラキラのやつが出てくる。演技がいいじゃん。演技がいいじゃないですか。そういうことでしょう。
こんなの紹介されたら逆に体が悪くない。出てくんの？そうそうそう。キャッキラで出てくるの。キャッキラで出てくるの？本当？あの妖精もちょっとどうかね。女がね。本当？そう。そうです。でも。便秘症やったら中でキラキラしたらまんまなんだけど、そうそうそう、まあ見えないからいいじゃないですか、ね、あ、そうね、そうね、出てくる方が恥ずかしいよね恥ずかしい、見られる見てるお、見られたことないよ違うや、違う、自分が、あ自分がそうでしょ、何うんこって人に見られないもんでしょ、うん、もうでもさ、無礼講が過ぎるぞ早くない違うや、まあ、でも健康状態でに検便で見られるじゃん。検便の前にだから飲んでたら大変なことだよね。検便の時大変やん。そうだよね。検便、検便の時こんな嫌いに愛してたんでええかなみたいな感じでしょ。これ絶対健康やわみたいな。そうそうそう。悪いわけない。わけだから、ね。え、そういうのが出てきたら再検査になるの？そこは見ないんじゃないですか。え、何ちょっと見ない。あの金粉とかも別にもうどうでもいいよ。これは金って省く。そう、もう成分として見るから金とか。え、もうめっちゃめっちゃスルーされる。するでしょ。そら、そらする。昨日なんかこんなん飲んではるわみたいな。そう、え、そんなさ、検品するってまあまあ大変な状態やと思うよ。その前にお酒こんなもん飲む？せやな。どうも。せやな。正直、大人になってから検便っていうのがそんなないわ。僕やったことないですよ。健康診断であるんじゃないですか？あるある。検便ってあるかな？あるよ、40過ぎたらあるよ。これですよ、このフリーランスさ具合。あ、なるほど、うん、だって健康診断なんてさ、会社に入ってないでさ、うん、そうですよ ねいや、だって仕入れも無料で検診あるよ、40代超えたらね、あるある、じゃあでもそこはね、僕の前受けたんですよ、うん、40歳超えて検便ないの？検便はなかったですね、検尿と血液と心電図とあと問診みたいな感じ、検便までなかったです、じゃあもうちょっとなんか人間独的な、うん、あのお金もちょっと払ったら検便とか、うん、何かレントゲンとか CT とかやってくれるのかもしれないですけど、うん、あの一番ベーシックなのはない、やっぱりもううんこの話やめようか自分的に大事なんやね、なんか自分大事だったんですよ、なんかおかしいなってバカおかしいなって聞かれてる全体を見てなんかちょっとこの場でうんこの話してるのおかしいよなと思う、あのもっと中にそれあるよ、ね、もうな、入ってきてください、そんな隙間にそうですそうです、いやもういや時間気にされてますけど、いいもうちょっと寄りながれも、あそうなん、もちろん半分出てはりますから、ね、からもう思わぬお客さんが来ていただいてることで、ないです、大丈夫ですか、どんどん突っ込まれますよ、大丈夫ですか、まああのね、ご自由に、あそうですか、うん、健康診断とか受けてないですか、僕、あ僕が今日やって今年40になったんですよ、はいはい、あ今年40になって、うん、で初めてあれを来ました、その健康診断無料のやつが、はい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 、飽きますよね、うん、でもまだ行ってないんですけど、もう行かないでしょうね、今年中にはね、まあでも毎年来るよね、来る来る来る、わかんないです、あそうまだ40代、はい、すみません、若いんで謝らんだよ、若さは罪じゃないから、ね、なんかね、ちょっと嫌やろ、犠牲なそう、毎年、うん来るから、うん、僕もだから毎年来てたんやけど、もう6年目にしてやっと今年か初めて行ったんですよ、うんうんうん、まあ、今まで無視してたんですけど、うんうん、多分何にも悪くなかったですけどね、いや、なんでよ、なんでそこ疑うの、何も悪くなかったですよ、全然診断してない、診断さんの痩せ方はちょっと嫌だけど嫌ってないやん、もうちょっとだよ、知らんところで蝕まれてる、蝕まれてるよ、多分、本当、いやいやいや、あれでしょ、あれでしょ、ここで笑顔でやりつつ、なんかちょっと人影に行ったらこうやってやってあんたや、あんたあんた、さっきちらっと言ってたけど、負傷したの、それはね、こうなんですよ、そう、あ、書いてるよね、はいはい、これチャーハンによって階段から転がる階段から転がったみたいなんですけど、もう覚えてない、覚えてないんですよ、そんなことある、なんかレバーがやられて、レバーとここヒップのここら辺がやられて、あの起きたらここがパンパンに腫れててやばい、びっくり、そんなことある、忘年会ですよ、なんか僕ら一緒やったと思うんですよ、一緒に飲んでたんです、一緒に飲んでて、うん、まああの時はちょっとひどかったかも、あそう、飲み方が、あの後どこ行ったの、行った、あ行った、あの後寿司屋行った、うわでもう覚えてない、あそこの人も一緒に行ったんですけどね、寿司テライピーも一緒に行ったんですけど、でも飲んだとこ D です、 D です、あ、D ですか D、 あのその寿司の前でも相当飲んでて、ワインがそうそうゴロゴロして、でもちろんワイン皿も飲んでるんですよ、
何激急いでんの。食うたことない肉を食べてテンション上がってもうてね。いやすごかったよね。そんないい肉食べて、肉食べて、まあ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 、お肉のお店やったんで、うん、いろんな部位のお肉を食べさせてもらったんですけど、あ、まあ、それでなんや、調子を飲んでましたな、あの時は。ほんでワイン3本、またええワインや、これ。でもえげつないこと、えげつないこと、えげつないこと、これが、これがもう、えげつないこと取ったよ。もちろん払ってないよ。どういうこと食い逃げ。違う、じゃあなんかあの、どういうこと、なんかあの、足長おじさん的な人がおったからとか。おるかいな。おるかいな。もう、おる、医療も4時。何してんの、3回、4回分ぐらいの飲みだよ。びっくりしましたよ。もうそら偉いこと。偉いことになりましたよ。なんでそんな冒険してんの。いや、だから、うん、もうみんな分からなってたんでしょ、分からなってたんでしょ、もうでもゴン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 、もう一本もう一本で高いワインが来て、高い肉がボンボン来て、食って飲んで帰る時、そうなでもその後にお寿司屋行ったやろ。何じゃ、どうやってんの。お寿司、何チャーハンだもんはそんなにあの稼いでんの、行ってんのか。稼いでないにしても上がってもってたやろな、テンションがね。もうこれは収まらんっていう感じになってたんやな。肉の次に寿司。いや、初めは寿司じゃなくて、なんかちょっと場したバーに行こうか言うて、で、行ってたら閉まってたんですよ、そのバーがね。それで、あの木内先輩も一緒にいたんで。そうなんですよ、手のひらサイズのね、木内さんっていう方が一緒で。あ、墓穴メンバー。墓穴メンバーですよ。木内先輩が、そのそ、ね、木内先輩と寺井 D が、もう無類のお寿司好き、はいはいはい、なんか人のせいにしてるで、魚き違いなんで。あのでもまあまあその前に肉をしこたま食べてたよね。でもまだ寿司は別腹みたいな。また寿司っていうチョイスが、肉の後に寿司も回らない寿司だよ。もう経済人ですよ、もう財界人。ええ、ぶっちゃけどんぐらいいった。あのね、寿司は知らんわ俺。そこで問題なのが、俺に記憶がないってことなんだよ。で写真、これは写真見る限り楽しそうだったねっていう感じ。どうしたんこれ。でも寿司やから、しかも回ってないから。回ってないねん、これは。いや、なんか、まあ、行ったでしょ。いや俺あれ、キュウチ先輩おごってくれたんちゃうん、どうせ。マジで。そういうこと。行ったらよかった。もう呼んでよ、そういう時は。行ったよ、マッサー。記憶がいいやから。でも、そのおかげで階段から転げて寝ないことになってるから。あ、そう。トントンやん。ほんなら、行ったらうちも変わらんような。そうそう、そうですよ。そうですよ。ひどいな。ひどかったですね。すごいですよ。いや、もうほんまにレバーが痛い。あの、朝までちょっとね、笑うと痛かったのよ。今日。もうだって2日ぐらいですから。笑うと痛いって思うと笑けてきて。地獄でしたよ。なんて痛がってんのに俺笑ってんねんっていう、なんか一人で笑った痛いの無限ループみたいな。なるほど、大変でしたよ。痛み止めを飲んで今日は、うん、参加っていう。ダメですよ、酒飲んでね。ダメですよ、痛み止め。大丈夫じゃないですか。あ、でも、あの、多分大丈夫なんです。さあ、そうです。うん、ね、なんかそうですか。あの、僕らほらやりましたやろか、はい、その忘年会をやりましたけど、あの、サンデーさんとか、はいはい、あの、まあ、ともちゃんもそうですけど、はい、なんか忘年会とかないんですか。まああるでしょうけどね。もう今年はサンデーの忘年会。いやいや、別にそれに、あの、あれじゃないですけど、ほらサンデーこの前集まったはずじゃないですか。あれがもう忘年会みたいなもんみたいなもんで、みんな飲んで、もうだってなかなか集まれへんから。なるほどなるほど。あ、そうね、これですよ。そう、いきなり、確信ですよ。サンデーはいつまでサンデーなのって。もうこれ全然関係ないところでこんな話してなあかんの、これ。だってほら、酔っ払って言うたらもうどんな話が飛び出るかわかんないじゃないですか。まだしかも、まあまあ知らんやから。だからほら、止められる、早めに来ないのはさ。ああ、そうね。やっといた方が。ややこしくは言わない。あんなったらもうえらいことになるね。ややこしくはないけど。ややこしくなるやん。どうないね、ないね、うん、まあまあそういうことしとこ。どういうことも世界発信してんのに。だからほら、シラフの時にさ、説明しといた方がいいんじゃない。いや、何を説明するの。いや、分からないけど。いや、
や、あの、いや、関係性は良好ですよ、みんな。いや、だいぶ、そんなこと言うてんよ。え、どういうこと。あ、ほら、そこ一番恐れてる。いや、違う。なんかこれ、座長になったっていう。あ、そうそう。いや、平林さんは元から座長ですよ。あ、そうなんだ。主催もう何や、ちょっと喋ったもんだ、全部頭から噛んでいくよね。まあ、主催だったんですよ。もうこれも全部腹立つ、これも。平林君やったので、代表はウォーリーさんで、主催が平林さんでしたよね、前から。うん、主催がウォーリーさんで、座長が林。ってなったんですよ、今。それは新体制としてなったんでしょ。というか、もともとそうやったんやったの発表しただけっていう。この間の座談会で盛り上がって言ったことが、なんかあの他の記事になってしまって。そうそう、ナタリーに載ってるぐらい。ナタリーやね。新座長にみたいな感じ。そうそう、あれイメージ。だからうちらはあの、あ、結構あの座談会でいい加減なこと言ったらあかんねえなっていう。反省しちゃったよ。だからそういうの今日ちゃんと言っといた方がいいんじゃないの？いや。まあもう乗っちゃってるからええかなって。元からそうやったんだよっていう。いやまあね、いやあまりそうかなと思ってたけど、改めてそうなんやっていう。まあ林座長についていきますよ。なるほど。なんかなんか来年は動くんですか。いや、うちはもう下々のもんやからね。まあ、そういうの意見とか、ミーティングとか、な、若手、若手やん。最若手やん。最若手やん。そういうことか。ほんで主催座長兄さん姉さんがおって若手やから。あ、でも敬語使ったりするわけ、兄さん姉さんに。はい、するわけない。見たことない。見たことない。そんなんはスキンシップで。スキンシップってちょっと意味違いません。どうしたこの、なんでやん、スキンシップ。え、お前肌、肌は違う。コミュニケーション。スキンシップでコミュニケーションみたいな、もうややこしい話となりまして、もう家族みたいになってますね。なんやねん、もう。いや、自分で言うんだやんか。サンデーの話はいいやんか、もう。サンデーするから。サンデーってそんな劇団なの。するわ、もう。なんかね、仲いいですよ。そういう劇団もあるって聞くしね。え、ちょっと待って、もうそういう違うから、そういうスキンシップちゃうから。そういう仲の良さ。違う、もう違うね、あるある、うん、もう次行きましょうか。次行きますか。そうですか。次その隣のあの、隣あの、その斜め上の福山が、はい、福山問題は、福山が出馬、福山が出馬したの。あ、これは兄の話ですね、きっとね。あれも単純に兄の話じゃないところ。ああ、そう、兄は出馬しましたよ。前、まあもう4回目ですけども、俊郎君はちょっと狙ってた。そろそろ噂があるかな。なるほど。ああ、なるほど。あのほら、芝居もプロデュースした、はい、名前も打ったわけじゃないですか。まあまあそうですよね。そしたらもう、うん、ぼちぼち俺の時代だな。正解に打って出るってやつでしょ。まあそうですよね。お願いしますみたいな感じですよ。兄弟出馬で、うん、まあそうですよね。まあないことはないんじゃないですか。ないことはない。ひげ問題を解決していただきたい。あ、このドライブね。ひげ問題。また伸びてきてる。また伸びてきてるんじゃないです。伸ばしてるんですよ、これは。いや、もうこれは3割増しですよ。ほらうちにとっては、え、5割減ですって。5割減すっごい嫌がんの。ほんでこのヒゲが、あの、まあ本当に申し訳ないんですけど、うん、あの、まあまあ似合ってますねって言われる感じが多いんですよ。剃ったらあかん。剃ったらあかん。それはマキさんがヒゲフェチだからでしょ。うん、そうね。フェチってそんな言いにくい言葉なんだ。すごいよね、1回ずつすごい言いにくい。もうなんやろ、なんか飛んでるような感じやね。ヒとフが言いにくくて、はい、じゃあほんで、はい、本当に僕のヒゲを嫌がる人はもうともちゃんと D とうちのおかんだけなんですよ、今のところ。あとみんなおかんはめっちゃ嫌がってんねん。あ、そう、おかんはすっごいもうすりなさいよみたいな感じなんやけど、うん、あとはまあ何も言わない向井とか、うん、あの向井ともちろん何もおっしゃらないこともいらっしゃいますけど、まあ、何にも感じないんでしょうね、うん、あ、え、生えてたみたいな人もいますけど、大体あ、お似合いですねみたいな、ヒゲあった方がいいですねみたいなこと言ってもらえるから、それはあれですよ、社交辞令ですよ。わあ、社交辞、おお、社交辞、お社交辞増えてるから、なんか言わなくちゃ。増えてるヒゲが、ヒゲが増えるっていう、ヒゲが増えてるから、なんか言わなくちゃ、はい、で言う、そう、まあまあそうだよね、まあ確かに、まあでも、まあそうだね。でも気に入ってんねん。あ、僕はどっちでもいいんですけど、うん、いや、あった方がいい、あった方がいいですか、うん、だってちゃん、ちょっと前ね、林だよね、なんで剃ったんかなって思って。
しゅんちゃんはほら、なんかだ、なんだかの反応があるじゃないですか。俺ほとんどの人に無反応に感じて、いいも悪いも言ってもらえなかったんで、そうそう、その時にちょっと泣きそうになったんですナーバス誰も気づいてくれてない。いや気づいてるけど、多分みんなに言われてるやろうなと思って、誰も何にも言ってくれねえと思って。でもね、チャーハンはもともとヒゲがあるようなイメージなんじゃない。そうです、中野さんはないイメージなので、あったら嫌です。嫌なんだよね、すっごい嫌だよ。急に俗世間の人みたいになります。俗世間の人そんな人やねん妖精妖精なんか中野さんじゃないって言わはるんですよ、うん、中野さんじゃなくないですか。そんなことはないですよ。どんな質問僕ですよ、僕です。中野くんね、僕ですよ。いやーんという、そうだし、D もね、嫌がるし。あ、そう、嫌、嫌なの。まあ、まあ、どっちでもいいけど、私も、みたいな感じですね。あ、そう、あ、そう。まあまあ、だから、まあ、仕事によっては、そらなあかん時もあるんで。あ、なるほどね。そうや、だって歌のお兄さんをやってるでしょ。そうなんですよ。歌のお兄さんをやってるでしょ、もう一回言いますけど。やります、やってます。ヒゲでさ、ヒゲに白髪が混じってる、うん、歌のお兄さんってさ、もう、もうないやろ。なんか、シュールじゃない。そ, そうなんですよ。それはダメです。歌のおっさんですよね、だから。そうですよ。しかも、歌も歌ってませんか。ただのおっさんですよ。おっさんが子供の前で喋ってるっていう絵面なんで、ちょっとおもろいおっさんが出てきたと思う。そうです、そう、ちょっとやかましいおっさんが出てきたなみたいな感じなので、陽気なおっさんや。そうなんですよ。そこは僕もダメですよねっていうことで、剃りました、うんうん、12月の、あ、その仕事ね、そうそう、11月の末かなに2回あったんで、その時は剃りまして、うんうん、まあ、やったんですけど、うん、まあ、確かに白髪マジのヒゲとかダメですわね、お仕事によってはダメなので、うんうん、まあ今だけですよ、今だけです。あ、そう、リアな、そうです、そうです。もう1月末にはまたちょっと剃らなあかんようなお仕事があるので。え、それまでずっとですか。ここまで伸びませんよ。ここまで伸びませんけど。すごい嫌そうに言うけど。いや、わかんないです。もう全然気が向いたらもうお正月に剃るかもしれないし。新年だし、剃りましょう。新年だし。はい、そう、でも、多数決取ったら多分ヒゲの方が多いと思うんだよね。俺もね、実はね、しゅんちゃんヒゲあった方がいいと思う。ほらほら、落ち着いて見えるよ。そうだ、なんかね、血に足がついてないから。基本ね、ちょっと基本ね、リアルでね、リアルにね、自分で言うのはいいけど、あ、そうです。だからマジャーキ怒るなよ、マジャーキ。鼻出そうなったの。なんで？世界発信の鼻出たの。マチャーキみたいじゃないですか、僕も。だからヒゲが生えてる方が落ち着い、マチャーキさんを別に否定するわけではないですけども、ヒゲ生えてる方が落ち着いて年相応に見える。あの世界のマチャーキ。世界のマチャーキ。星三つのマチャ。そうそう、星三つのマチャ。ダメ、あかんよ。干されるからあかんよ。やめても大物ですから。マチャーキの若い頃の写真にすっごいシュロさん似てる。そうやね。へえ。自分でも似てんな思うぐらい。え、それヒゲなしの時。なしの時。ああ、なるほど。まあだからちょっと落ち着いて年相応でね。うん。ヒゲやった方がいいのではないかな。いや、もうぜひ。そうですね。ヒゲ好きなんですか。いや、言ってればずっとヒゲは。そうそう、僕知らなかった。さきさんはずっとヒゲが好きや、ヒゲが好きや。ヒゲなんかね、生える人は生えたらいいんだよ。もっとどういうことだろう。好きなものに対してなんかっていうのもよくわかんない。ヒゲなんかなんかっつってるのやめてよ。いや、こう生えないんだからさ、女子は。女子は、あ、もし、あたいに、もしもあたいにヒゲが生えんだらなら、あたいに、うん、もう伸ばしまくるってこと。今の発言はここ、それはちょっと血迷ってない。そうでしょ。いや、だけどほら、ヒゲの生え、いや、似合うとかじゃなく、ヒゲ自体が好きっていうこと。ちょっと似合いそうだけど、うちが似合うの、ヒゲ、あたいが、あたいがちょっと似合いそう。あたいが、あ、でも、言っていいですか、あたいたまに剃ってますよね、ヒゲ。それみんなそうじゃないの。当たり剃ってない、当たり剃ってない。ちょっと、ちょっと。もうないだろう。ダメ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 、もう。この水球棒がたまに。
やめろやめろやめろ。おもろすぎるやないか。やめろやめろ。何やその日常会話。そってますよね。そってますよねって何や。何やねん、そってどうフォローしていけばいいの。わからんわ。どんなボールや、そのボールは。いろいろあかんで、ね、今の。いろいろあかんよ。もうな、この画面の向こうでもな、顔そりしてはる人がおったら。そうや。薬局に売ってるやろ。なや、自分はそんな必要ないっていうアピールか、水球棒は。水球棒は。そういうわけではないです。だって女子もそるでしょ。僕そる。そるよ。思ってましたよ。産毛のじゃあ、あれは産毛処理みたいな。じゃあ言うほど濃くはないじゃん。じゃあ、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 みたいなやつあるやん。もうそれやったら伸ばそう。ほんまや。ええや、もうそこまでいったら伸ばそうよ。そんな伸ぶとい、うん、伸ぶといのが、兄やったら、好きなんやったら伸ばそうよ。買った、買ったやつがあるんやったらさ、もう伸ばして。別にあかんって法律ないし、女の人に。いや、見るのが好きで。あ、なるほどなるほど。そうそう。男子あったらめんどくさいな。まあ、あったらめんどくさいよ、ヒゲなんて本当に。そうかね、そうかね。見るのは。え、誰が理想的なヒゲ男子なんですか、芸能人とか。芸能人、いや前から言ってるけど、あの越前や氷太の若い頃のヒゲとか。若い頃それも。まあまあどっさりじゃないですか。いや違う、あれは。売れてからあのあデビュー、あちょっとあこのちょっとこことここがのバランスがいい人が、ココリコ遠藤がちょっと前に生やしてたヒゲ、ココリコ遠藤さん生やしてた、ちょっと前に。春郎さんはどうなんですか、あのマックスの真田丸じゃない、何でしたっけ、何真田丸、雪村、雪村この前の信長、信長の時のマックスの時の、なんで真田丸から行ったんやそこ。いやもう行ったんや、あ、おかえり、あ、うんうん、あら、ありがとうございます、すいません、ね、ありがとうございました、お疲れ様です。その時のヒゲ具合はどうなんですか、はい、お好み的には。その時のヒゲは知らんけど見てないから、まあでもそんな変わらへんのじゃん今と。そうですね、もうちょっと、いやでもいいですよ、そうですいい感じなんで、まあじゃあヒゲちょっとしばらくいきますかね、うん、3割増しで、3割増しで、うん、なんか声かけられたりしませんか、声はかけるなんか街道で、最近ちょっと、うん、あの横で飲んでる女性がすり寄ってくるなみたいなことは、ね、わーわーわー、お、うん、それはないないか、うん、ないのね、じゃあいいか、ないですね。あ、でもこの前、うん、あの前にご婦人が歩いてたんですよ、ほう、まあ、5時、6時ぐらいのご婦人ですかね、あら、熟女が、熟女、ごめん、もうちょっと行こうか、6時、7時ぐらいのあの、おばさまです、ご婦人です、はいはい、熟女って感じじゃないです、もう本当普通の上品なご婦人がいらっしゃって、で、僕はちょっと急いでたんで、タッ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 と小走りで、うん、やっとあの追い抜いたんですよ、そのご婦人を、ご婦人を、ね、はいはい、で2、3歩、5、6歩行ったところでご婦人があらって声をかけられて、ほう、足長いわねって言ってくださったんですよ。あたちゃんはそれヒゲと変わらないですよね、全然関係なかった、何その会話。ヒゲなくても言われる、何その話、今の話。おもろいな君ら、放送事故、おもろいな君ら、怖いわ、もうハラハラしちゃうよ、怖い、どうですか、ヒゲの効果もあるんじゃない、あーそうやね、下手した、ね、下手した、すれ違いさま、チラッてこう、そのおばあは全然知らへん人、全然知らない人、大阪で、メガネ曇るぐらい笑ってるやん、もういや、なんでその話したんやろ今と思うと、面白くて面白い、隣に寄ってくる人が声をかけられる、俺のお題の振り方がだからそういうのありましたって、まあ、僕は全然足は本当に長くないんですけど、あのすごい全然本当に長くないんですけど、まあまあ何かあったんじゃないですか、ヒゲ効果が、ヒゲ効果があるかもしれない、足も長く見えたんじゃないですか、え、目線が上にって足の長効果があったそうかもしれないです、わかんないですけど、ね、こうなるっていうこと、そうそうそう、あらみたいな、あら、あ、うん、ファッションであるじゃないですか、もういいですね、そうすいません、すいませんでした、はい、
ね、映画とか最近見てますか？僕はまあまあ映画見れてないね。映画見てないです。今年はいろいろあったよね。見ましたね。シンゴジラもだって。シンゴジラ見ましたね。あれ次は何て書いてあるの？あれ僕、あ次ですか、はい、リア20って書いてある。どういう意味ですか？あのそこスペースが空いたんで、はい、ダジャレを入れときました。え、何だろう。あ、リア充の場合ってこと？そうです、そうですね。リア20か。なるほど、すごいリア充度です。あの そこだけ隙間が空いたんです。なるほど、なるほど、わかりました。チャーンさんがさっきから寄って階段が転がるってなってますけど、はいはいはい、最近東京に進出を、そうね、そうなんです。よく行ってるよね。そうそうそう、私は。だからあれですよ、チャーハン文学座やってるってよですよ。文学座のチラシをやったら、うん、なんだ、もうそろそろ先生と呼ばれる。いやいやいや、でもね、あのすごいところ通されたりしたよ。あ、なんかツイッターでなんかすごい写真載ってたね。すごい狭い部屋なんだけど、ね、どういうこと、どういうこと。なんか応接なみたいな。お亡くなりになったその文学座の人たちの写真が、はあ、面接、うん、久保田万太郎とかさ、あら、あ、いっぱいいっぱいの写真があって、なんていうの、応接、応接室みたいな、はあ、あそこの文学座ってアトリエがちゃんとあって、ほうほう、でアトリエで芝居を打ったりしてるのよ。あ、定期的に。初めはその人に見せるためじゃなくて、自分たちが面白ければいいんじゃないだろうけど、自分たちが実験の場として作ったところなんだけど、はいはいはい、それを公開、最近じゃないな、まあまあやりだして、アトリエ公演っていうのをやりだしたんだけど、そうそうそう、結構それをパクってるところいっぱいあるの、やり方として。あ、そうなんや。そう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 、そういうのをやらせてもらうようになりまして。すごい、ブロムザの知らしだもん。これこの映像を東京に流さないでと俺は思ってます。いやいや、無理ですよ。いや、もう見えてる、見えてる、もうすっごい流れてるから。もうすぐ真面目に喋ってますもん、俺。いや、まあそれはね、いいんじゃないですか。こういう面もあるんですね、チャーハン先生みたいな。あらあら、あらあらって言われる。あ、今思い出したけど、ツイッターのハッシュタグを説明するの忘れてたね。はいはいはい、じゃあお願いします。今ですね、あの放送中にハッシュタグで寝返り日和という、シャープ寝返り日和をつけてツイッターで発信してもらいますと、はい、こっち、ここ、こちらにビャーっと流れてきます、はい、あの今いてはる方もツイッターでビャーって、あ、もう来てるよ。チャーハン文学座やってるってよの件、はい、はい、みたいな感じで流れますと、なるほど、なるほど、これ誰がやってるの？ D が、 D が早いね。まあ、直接言いにくかったらツイッターでこういうこともできますよ。そうそうそう、ダメ出しとか、はい、パソコン携帯越しで見てらっしゃるお客様もぜひ会話に参加してもらえたら。こっちには流れないんですね。こっちには流れない。ということはちょいちょい気にしておかないといけない。そうだね。あ、なるほど、なるほど。僕が多分見えてる。あ、そうですよ。じゃあお願いします。そうね、今頃発信してますが、ぜひ今からでもよろしくお願いします。はい、ポケモンゲットした？僕は、ポケモン、あー、あれね、今年？あれ、今年じゃない？あ、5で、今年です。5、今年です。5をやった？僕はあの、アプリ、ダウンロードっていうんですか？はいはい。何ですか、アプリっていうんですか？アプリダウンロード。ダウンロードは一応やってやりました。言ってましたね。はい。やった？いえいえ。え？ダウンロードだけした？はい。で、家の近所で1匹だけ捕まえても、それっきり。なんていうんですか、なんていうの、アンインストール、なんていうの、消すやつ、はい、うんうん、バッテン押すやつ、バッテン押してもなくしました、うん、あら、ポケモンもだからないです、今はね。それやってみたいと思ってやっ、まあちょっとほらどんなもんかなと思って、うんうん、すごい入ってるから、はいはい、でやってみたんですけど、もう1匹で、1匹で、あ、へえみたいな終わっちゃいました、すみません。あ、はい、あんまり外で歩くのは僕はあんま好きじゃないんで。あれでも歩き回って探すんでしょ。だから僕ちょっと、そんな大阪京都行き来してるんやからめっちゃ取れるんちゃう、うん、そうなんですよ。だから電車乗ってる時に周りの方結構やってはりましたよ、その当時は。でも電車乗ってたら捕まえれなくないですか。いや、なんかでもやっとってよね、乗ってすぎて行って捕まえれないんですよ。なんか、あ、そうなん、乗ってたらダメですみたいに。マジで出てきたりして、今言おうと思ったよ。ほんでなんかさ、こう やってはるやん、うん、ほんならパッとなんか今ここでおるみたいになったらさ、そのなんていうの、その風景が
はい、出てくるやん。でこうやってすごいみんな立ってこうやって女の子がやってたの、うん、ここでパッて画面が切り替わったら前に立ってる男の人の股間がバッ映って、あらーもうそこにニャースがおったりとかとか、なんかそういう感じになってまして、そこにボールぶつけたりして、そうそうそういうことでしょ、だって結局これもその股間をこういう感じになるという、うん、まあごめんそこまで知らない。なんで振るの？じゃじゃでも広いやん。これもうどうなん？せっかくさきさんがそこまでアクセルふかしたんやからそこは行こうよ。じゃなんかほらさきやんが股間、うちも事故してるやん。じゃ股間股間いうのがちょっと申し訳ないな。どういうこと？そんな股間にボールを投げるんですよ。まあ、股間って2回言うたよね。股間にボールを投げるんですよ。もう言いにくい言葉あると思ったら股間は2回言えねえ。股間言いすぎちゃう。そんな、まあいいですけど。まあまあそう、そういうことにもなってましたよ。ああ、だからなんかさっき多分流れてたの、あ、流れてた、はい、ポケットモンスターまさにそのどういうんですか、え、ポケットモンスターはその、ああ、英語で言うとね、ポケットモンスターっていうのはそういうことなんだ、ね、股間の話、え、股間の話、そんな、ああそうなんだ、エロい話の、え、ポケットモンスターって、あ、じゃああっちではポケットモンスターと言わへんない、言わないと、だからポケモンゴーなんだ、そうなんや、ほら向こうはポケットモンスターって単語は知らないっていうこと、ダメ、ポソキ、うっそー、そうなんだね。ポケモンじゃなくてポケモンって言いますもんね。ポケモン？ポケモンじゃないです。ポケのイにチョンついてポケモンって。ポケモン。ポケモンって。そっちの方がなんかエロくない？まあ、それ日本語ではそうですけど、向こうでは響きの話、そうですよね、うち今日事故多いね、そうですね、え、どういうことですか、いや、もういいの、いいの、大丈夫、大丈夫、みんな分かってるから大丈夫、いいのよ、追求をたまに爆弾を落とすから、いいのよ、はい、いいのよ、なんかね、その前にもなんかメッセージいただいてて、はい、なんか、ともちゃん、さきさんたちに負けるなって、どうしたんやろ、どうしたんや、え、違うっていうメッセージもらってましたよ。よっしゃ、うん、よし、負けるな、俺も応援するわ、うん、俺も応援する、もうやだそうだよ、これだってちょっと誤解しがちですけど、うん、寝返りテレビじゃないですからね、寝返り小鉢なんや、ラジオ日和合同企画ですから、もうラジオ日和もどんどん入ってこないと、そうですね、いや、また両方やもん、両方なんですけど、どっちつかずとやろうですよ、どっちつかずですよ、人気者やから、コロコロカメレオンでもバイセクシャルですよ、おうおうバイセクシャルです、おうね、なんでもね、なんでもねってどういう、どういう配置なんですか、なんでもねってどういうことわかんないです、じゃあ西村さんの話題は、あ、そうね、せっかくだからね、西村がパンで偉いことに、どういうことですか、どういうことですか、いやこれ誰が偉いことになってましたよ、どういうことですか、なんか先生になられた、ああ、全然先生じゃないんですけど検定を取ったんです、パンシェルジュの、パンシェルジュ、何級です、2級です、どういうものなんですか、パンシェルジュ、パンシェルジュはパンの幅広い知識を持ってるぜっていう人です、あ、知識なんだ、知識です、あの作れるとかじゃなくて、作るのもトレンドも、うん、合わせるものも歴史も全部です、粉とか酵母とか全部、とにかくパンについて全部全部っていっぱい言ってます、そうね、です、あ、そうですか、はい、それが資格が何1級まであって、1級まであります、2級を取ったと、2級を取ります、結構難しいのねみたいですね、2級取らないと1級取れないんで、はい、まず2級からトモギブソンが、トモギブソンが取りました、それはどういう時にこう使うんですか、その資格は、そこですよ、あらそれ活用していこう、どういうことかしら、その資格があっても何かできるわけじゃないんですよね、うん、なんかパン屋になれるとかいうことではないんですか、パンシェルジュ2期おめでとう、イエーイ、西村さんパン屋になることになったけ、イエーイ、ありがとうございます、それは何ですか、パン屋さんができるとかいうことではなく、まあでも有利なんですよね、パン屋さんになるときには、就職しますっていうときには、ああ、そうか、そういうことか、でも国家資格でも何でもないんで、あ、なんで俺がたまたまですよ、たまたま書いた俺が悪かったみたいな、いや違う違う、いやいやいや、だって英検とか漢検とか、はい、まあそういう、まあ
何かの就職したりそういうお仕事をつくときには有利ですけど、それでそんなにするわけでもないんです。まあ、聞いてくれたら答えますよっていう、私聞ける人ですよっていうことです。あの飛行機とか乗ってる時誰か話してる人知りません誰かみたいになって、私ですみたいな、何でも聞いてくださいみたいになったら、その機内食のパンについて教えてくれるみたいな。そんな状況って、そんな状況ってレアだよね。これってクロワッサンクロワッサンですみたいな、そういうことが言えるってことだよね。なるほど、そんな大事じゃない、それじゃあこれもクロワッサン面白いよ。あんたまた行くで、もうまたレバー行くで、早く答えてあげるし、まあ誰でも答えれますけどね。まあ、クロワッサン、クロワッサンよってよって別に資格なくても。なるほどなるほど。え、どんな問題が出るの、うん、例えば、うん、これ難しすぎるわっていう問題とか。1960年代に流行ったパンは以下のうちどれでしょうみたいな、なんかそういうの。何があったの、忘れました。あと日本のパン食が広まったのは何が原因みたいな、きっかけは学校給食ですよとか、そういう問題とか、あと粉はどこからどういう粉を輸入してるでしょうとか。アスカにが詳しいですよね。やめろ、アスカが詳しいパターンですよね。ほら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 、白いけど違う違うよ、世界発信、世界発信。秋巻きと春巻きと、秋に巻くのと春に巻くのとあるんですよ。巻くって何ですか。種を、種を、はいはい、小麦作るのにってこと、はいはいはい、でその小麦とウエストで作ってんのかイーストで作ってんのかノースで作ってんのかっていうので性質が違うわけですよ。でその粉も赤いのか黄色いのか、この粒がね、それでも違うわけですよ。っていうのを、あ、そうですそうです。なんなんこの時間は。みんなが見るっていう瞬間。問題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 すごい。コッペパン、コッペパン、コッペパン、あ、言っちゃダメか。あ、こういう問題が出るってことですね。そうです。それは何、参考書があるの。そういう公式の本があって、あ、それをまあ勉強して、うん、なるほど。はあ、わけわかんないですよ。コーヒーの産地で味の特徴を言われて、それはそのパンの味の特徴、あ、コーヒーの特徴です。あ、コーヒーまで関係してるの。はい、コーヒーとか紅茶もパンに合わせるから、この豆の産地の特徴はみたいな。うーん、じゃあこれ誰が興味あんねん。俺は興味あるよ。トモギブソンやからね、柳ブソン言うでしょ。ああ、言うま、すいません。いや、いいと思います。そうね、興味あるんで大丈夫ですか。いいと思う。そうですか、なるほどね。いいと思います。いや、いい、全然いい、全然いい、言っていこう。あってきた、これが一番びっくりしてるからな。ものすごい嫌な汗かいた今俺。もう嫌や。飲む？飲みましょうよ、ね。もうね、せっかく皆さんお酒入ってない。みんな振る舞いで、振る舞いますよ。わ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。またお客さんから振る舞いが。今日はあの本当にお客様がたくさんいらっしゃるんで。今日はね、本当に。わ、なんか。シワシワですよ。いろいろと。わ、シワシワ。ありがとうございます。わ、なんかいろいろと。彩り野菜。彩り野菜が。せっかくパンセレブの話だったからいただいたパン。あ、このパンも美味しいパンらしいですよ。あの皆さんもどうぞ。あれ、コップ。あの今日はね、もう客席も一緒に宴会みたいになってるんで、あのまだあのあと小1時間ぐらいあるんで、お近くの方はぜひ半日残飯行ってくださいませ。参加ご自由。もう完全に花見スタイルになっております。もう客席も一緒に。まあ一応そのなんていうんですか、小町日和、ラジオ日和と、はい、レガエリ TV の合同企画ということで、そうね、まあお話し少な少な。あ、でもあれ、酒飲みか。酒飲み、まあ酒飲みやけど。でも今年一年は振り返ってる感じですね。あ、はい。あ、すみませんね。すごい。今年一年ね。今年一年振り返ってる感じで。まあ今年のじゃあ、まあビッグイベントとしては。
ともちゃんはやっぱりパンシルジュ3つ。どうなんでしょうね。何が印象に残ったことがある。いや、いろんなとこ行ったことですかね。どこ行ったの。福岡日本の方ですよね。福島と分かんなくなって聞かれても困る。福岡行ったり、加賀行ったり、あの映画祭で、映画祭ね、一昨年ぐらいに撮った栗山監督の、あれも一昨年ぐらいだと思うんですけど、一昨年ですよね。一昨年ほう、春郎さんもちょっとちょっとだけ出てたんですけど、一昨年ですか、早いね。やっぱ瀬村さんは守備ロシアタイですか。まあそうですよね。そうですね。これ違うって言ったらいろんな人に怒られそうやからあれですね。椅子座った方がええんちゃう。大丈夫、ね、ちゃうついだりいろいろやってるだけ。さっきの妖精さんにね、妖精さんにね、優しさでね、皆さん感謝してはるから。あ、これはどうしたんですか。これはあのお客様の差し入れ、美味しいパン、ね、美味しいパン、ね、ありがとうございます。まあ、ちょっと半分ごっこして、半分ごっこ、半分ごっこね。いや、俺半分だこれ何、明太子、明太子、ね、乗ってくれや乗ってよ、しゅんちゃん半分ごっこ、半分ごっこ、半分ね。じゃあ俺半分、俺ごっこ、いただきます、はい、明太子がもうすごいよ、これ、はい、いただきます。明太子がそのほら、おっさんになってくるとさ、うんうん、なんか、うん、何、卵はそんな食べちゃいけないみたいな、トゥー風になるみたいな話があるじゃないですか、うんうん、ありますね、うん、で明太子の一粒一粒が卵やから、うんうんうん、分かる、うん、一粒一粒にプリン体ぎっしりなんだよっていう話を、うんうんうん、すごいホラーのように聞かされるじゃないですか。聞かされますね。あれは本当なの。パンシェルジュに聞いてる、パンシェルジュに聞いてる、パンだからね、これですね。どうなんでしょうね、食べてそれかい、うん、いや、ね、いや、痛風についてはちょっとパンシェルジュの専門家そうやな、そりゃそうや、そりゃそうや。卵一粒に入ってる、うん、プリン体とか、なんかそういうものっていうのは、あの鶏の卵と明太子の卵、あの1個一緒なのかな。大きさだいぶ違うじゃないですか。違うじゃないですか。違うのかな。大きさで違うんじゃないですか。でも明太子どうなんでしょうね。そもそもプリン体って何なの。分かんないですね、うん、なんかあかんもんですか、うん、なんかあかんっぽいです。溜まったらあかんっぽいです。はい、知らんけど、その毛があるんですか。僕はまだないですけど、僕もな、一応トゥーフの毛はないですけど、うん、怖いやん、そんなにいっぱい食べたら。でもビールとか日本酒の蒸しとかなるやつ、うん、あ、日本酒もあかんねや。あれ違うかったっけ、うん、うん、ビールがあかんね。ビールあかんねよね。まあでも卵もよく言いますけど、ね、うん、この知識のない人たちのふわふわした会話のことや。そろそろ言われ始まるの。そろそろプリン体とはっていうのが出てくる。もうこういう時はもうバンバン突っ込んでいただいたら、あのハッシュタグシャープ寝返り日和で突っ込んでいただいたら、うん、そうこれ新体劇でお待ちしております。美味しい、美味しい、これ美味しい、美味しいね、このパン美味しい、すごい美味しい。そうね、あ、さっき宮川は一人芝居東京へ、あ、ごめん、あ、行きましたね、うん、今年ね、何回行ったんですか。今年初でしたっけ。今年初で3ヶ月連続行きました。3ヶ月連続で行ったの、うん、すごいね。わあ、大変やった。大変やった、うん、何が大変です。お客さんが来てもいただくのが、あれ大阪公演の時はもう予約が2枚やったからさ、東京3ヶ月合わせて、うん、でも蓋開けたら全部完売してて。完売？すごいじゃないですか。いやーね、どっからどう来てもらったんかも。でもお客さんのそのツイッター評価がすごかった。みんながこう情報拡散してくれたんだね。そう。やっぱツイッターで見に来るお客さんとかいるんやね。そうね、あれはすごいなって思って。それは大阪のお客さんがツイッターで拡散してくれた。そう、大阪のお客さんが。面白いよみたいな感じ。うん、みんなが100g 中に含まれるプリン体の量、明太子 159.3、 ささみあかんの、ささみあかんの、レバーめっちゃ多いやん。レバーあかんの、ささみあかんの、
ささみってもう何もない感じだったよね。プリン体の粉でもないやん。イメージね。イメージ。イメージはね、わかるわかる。びっくりしたし、皆さん食べてくださいね。ここにあの食べ物食べてください。153含まれてます。でもそれって明太子100g。あ、100g についてだから。レバーとささみショックやね。ささみなんて無害みたいなイメージだったのに、うん、どっちか言うとこれ食べとけみたいな感じかなと思ってましたけど、うん、だってささみだけ食ってダイエットしてるやついるじゃん。いるいるいる。女子なんか多いよね、ささみ。最近だってコンビニでもなんかプレーンのささみみたいなの売ってる。プレーンのささみあるの？売ってる、売ってますよね。なんかサラダと混ぜなはれみたいなやつ。うん、次は一級にチャレンジ、一級チャレンジしたいです。一級今何自分でメールのやり取り？何誰のやり取り？こっちに出てた今。出てた。ちょっとスルーしてたから。ああそういうこと。したいな。一級ね。一級。受けるんですか？まあ気が向いたら受けます。気が向いたらとかそんな感じなの？なるほど。筆記があるんですよ今度は。さらに難しくなるので、あんまりいないんですよね。取ってる人。あ、そうなんだ。だからってね、給料が上がるわけ。ちょっと暗い話になる。なるほど。でもパンが好きですよっていう証明にはなるからいいですよね。パンが好きですよっていう証明っているか？みんな今思ったよ。それそんな疑わへんよね、言われても。本当ですか？知識を持ってるよっていう。ああ、私パン好きな。こいつっていうのはないよ。そうね。大体信じてくれると思う。ああそうなんだって言うと思う。修道さんもパン好きですからね。俺パン嫌いです。あ嫌いじゃないです。好きじゃない。うん、いや結構パン食べてるよね。え結構パン食べてるよね。結果的にはそうなんですよ。だってコンビニでちょっと小腹減ったなって思って買うのって、うんはいはい、パン買ってる。パン買ってる。だから結果的にはそういうことになりますけれども、あの気分的にはそんなに好きではないです。あのおにぎりを買えばいいじゃないですか。まあそうですよね、うんうん、おにぎりかパンかって言ったらちょっとお腹減ったわ、コンビニ行こうかって言って買うのは、うん、パン。それはなんだろう。まあそうですね。パンをバカにしてるの？してません。けど、いやほんまにパンはそんな好きじゃなかったんですよ。ツンデレ的な。何に対して？何そうかも、ね、パンに対して。パンに対してね。パンにツンデレ、うん、いやお前嫌いやでみたいな。そうそうそう。なんかあかんかも、くんなくんなみたいな。思わせぶりな。そうそう。でガバみたいな。でも時々抱いてやるみたいな。そう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 。そこ何も言えへんねや。何がパンシェルジュ的な。パンシェルジュ的にどうですか？あ、いい。どうやって食べればいい？一つ言わせてほしいのは、ちゃんと聞いとこ。今全然聞いてなくて。頑張ってるぞ相方さん。そうそう。水球部おたまに。ラジオ日和のやっぱあの何て言うんですか、喋る率がやっぱ低いですから、もっとどんどん喋った方がいいんじゃないですか。ラジオ日和。私ラジオ日和。え、なんで聞いてんの？何日和なんですか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 ？いやいや、もちろんそうですけど。だってもうすでにほら。あんたがどこ日和？いや、あんたラジオ日和やん。今日はラジオ日和で来てるわけでしょ？いや番組的にはラジオ日和と寝返り TV のコラボなんだから、ラジオ日和側の人じゃないですか。だからラジオ日和なんでややこしく3つ目だそう。もういい大丈夫あのね、早さにね、脳の処理が追いついてないです。これ会話の速さにちょっとアンデナタでどうですか？そんな早いですかね。早いですよ。なんか早い、うん、早口っていうことかな。あ、早口なの、うん、早口ではないですけど。え、どういうことやろ。ちょいちょい攻撃してるよ、チャーハンのね。ライナで、こういう会話。ライナで。肋骨私も折ったことあるんですけどね、はい、めっちゃ痛いんですよ、ね。肋骨折れてないから、折れてないから、きっと折れてないから。ひび入ってたんですけど、折れてないから。2、3日経ったぐらいからどんどん痛くなって。マジで。私も何個痛いなって続いてて。マジで。
しばらく経ってからこれは痛いぞってなって病院行ったらひび入ってました、うんうん、マジでやっちゃったかな俺。階段から落ちてたらね、うん、可能性はあるよね。俺自身は記憶がないんですよ何が起こったかは分かんない、分からへんけど笑いながら落ちてた。外でどんがらがしゃんっていう音が聞こえたよって言われて、うん、それで、うん、あの笑顔で入ってきたあの横歩きでこうやって入って帰ってきたらしい。どれだけご機嫌さんやろよそうそら肉からの寿司やとか、まあそらなりますよね。あかんね、あかん、うん、お酒は飲みすぎてあかんなって最近思いましたね。最近です最近、うん、まあまあね、今タイムリーでこうやられてますから、うん、そうね。サキヤンもよくほら飲むじゃないですか。けどサキさん最近そんな泥酔宮川崎にはそんななんないですよね。まあ大人ですから。あ、小町美容ラジオ、ラジオ美容の関西中心が、あ、これは何何何何、あ、だいぶ前の売り文句ですよ。あ、売り文句を今流して、流してくれたんですね。ありがとうございます。宣伝さすが優しい、ありがとうございます。ありがとうございます。タクシー美容、それ泥酔してないですか最近は。泥酔ほどはないね。絶対嘘ですかこれ。あ、そうなの、まだ泥酔最近なってる。被害被ってます。あ、被ってられると、あ、そう、あのもうほら無敵になるじゃないですか。あのマリオがスタートった時みたいになるじゃないですか。てて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 、あのね、いてはるお客さんの中で目撃された人いてるんですけど、はい、あ、そうです、年末のお客さんにも見られてる。いや、本番中、年末のイベントに、はいはい、あのセカンドのイベントで、はいはいはい、みんなが集まって年越しカウントイベントみたいなのがあった時に、うちはそれ出るはずじゃなかったんです、うんうん、あの間に合ったら行くって言うててんけど、うんうん、もうその時点で泥酔やったから、あ、もう行く時点で、行った時点でも泥酔やった。なんでか知らんけど行ってる。それ覚えてない、行ったの覚えてない。呼ばれて行って、おいでよって言うので行って、ご機嫌さんってやつかな。ご機嫌さんで出て、たこ焼きをこう焼いてた、全部ひっくり返したり。あらで、劇場が…イエーイってこと？いや、わからん。あ、覚えてない。たこ焼き、おもんないねーみたいなこと。たこ焼き、おもんない。お前らもおもんないねー。いやでもね、それも何も説明できひんに覚えてるんだよね。ほんで帰るわって言って、あの舞台をこう横切って帰っていったっていう。帰った、帰無事に帰れ、分からへんの、ご機嫌さんなんて。そんなあるわな。俺はつい最近あったんですよ。そう、もうだってもう転げ落ちて、転げ落ちて分かんない。でも笑顔ですよ、まあ、いやもううちも笑顔。笑顔そういうのさはないんですか。僕はないんですよ。あのちゃんと理性を保ってるんですか。っていうか忘れたことがあんまりなくて、それはもう適当なことは言ってますけど忘れたことを忘れてるんじゃない。そんな記憶障害みたいなこと言うすごいよ。うちらもそうやん、忘れてると思ってないやん。飲んでさ、飲んで覚えてないっていうことを忘れてるやん。あ、まあ、そうか。あ、まあ、あの確かに全然覚えてるつもりやけど、あ、昨日でもそうやん、何の話してたかなみたいな。失態はない。いやー、そうね、意外とないと思うけどな、俺。うわ、だって僕、そのたまたま2日連続か3日連続ぐらい、なんかサキさんと一緒に飲む機会があって、トモちゃんって誰か一緒にいて、うん、で、同じ話題で笑ってたらしい。ダメだよなーと思った。すごいね。チャーハンさんと最初飲んでて、うん、で松木さんっていういつも小町料理で演奏してくれてる人が来て、うん、で途中から佐伯さんが来たんですよ、うん、でも2人とも一緒に飲んだ記憶がないんですよ。そうそう、はい、その前日に、あ、その時、その時に後から合流してきた佐伯さん。あ、うちも多分飲んでるんやろね。そうそう、うん、飲んでから来て、うん、で私と3人で飲んでて、その来たことも覚えてなくて、うん、そうそう、さきやんが、そうそうそう、お互い覚えてないんですよ。お互い覚えてないから、一緒に飲んだこと、すごいでしょ、常に新鮮。聞くことがね、ものすごい無駄やな。時間もお金も酒も全部、何もかも無駄や。全部ほんまに。
ちょいちょいね飲むとかって言うてることで飲んだことすら覚えてない、ね、そう一緒に飲んだ人にこう記憶のパッチワークみたいなことで跳ねてもらってこうやったよこうやったよみたいな言ってますそうやったよみたいなえ、サキさん来た？あ、写真、あ、サキさん写ってるわ。ほんまにそんなことある？あるある。二人揃って。すごいね。二人揃ってだから次の日もすごく新鮮に会えるんですよ。なるほど。もう同じ会話して笑ってるんだ。久しぶりみたいな感じで。いやいや、この前こういうことあってさ、ほんまに同じ会話をしてたらしい。すごいね。傑作やなそれ。覚えてないから。怖い。うちを知らないから。あ、そうか。そうね。なんでそんな覚えてんの？どうだろう。まあだからそこまで飲まれんのちゃう。飲めないんじゃないかな。それやっぱりさっきやんとかじゃんとか見てると、うん、すごい量飲んでるもの、うん。ビールとかでもやっぱ僕はいっぱい飲んでる間に3杯ぐらい飲んでるし。あとそれでなんか最近なんかツイッターでわって上がってきてたけど、その酔ってる時が人間の本性だみたいな。わ学説なんかよくわかんないけどそれはれてきてあの普通のなんか一般常識的にはそうやんなみたいなじゃなくてなその学説でなんかみたいなやつがわからん俺もちゃんと読んでないからね出たでもなんかそんなことなんじゃないの、まあ、みたいなことになってるらしくて、うん、俺は多分相当明るい人間だからって本当に思いました、ね、あでもそうなんじゃお客さんですよねなんかステップこうしながらね酔っ払ったらね本性がすごい本性はものすごい明るいのを必死に抑えて今こういう状態でいるっていうこと今別にそんな暗くないですけど、うん本人はネクラだとは思ってるんですよ。あ、でもうちもネクラや思ってる。なんやろネクラ。ほら、D がもう爆笑しだした。D があの人もね、ロコって言わしてんの。爆笑しだした。ネクラってどういうこと？ネクラって今僕らはネクラですよね。そうそう割とね、あの物静かな。物静かななんか。あのお酒の力を借りないと明るくできない、ね、そう木陰で本を読んでおくと見たことないやろそんなところちょっと涼んだところで本を読むいやそんな見たことないです何をおっしゃってるんです水球棒に言われると思わへんからもうそんなイメージだじゃあ自分のイメージはそうなのあ自分のイメージは自分の、うん、あそうねは寝くらいけど、うん、お酒また暗いこと考えてるわ俺とか思っちゃうんだけどあダメやわうちみたいなそうね、うん、分かるねまあもう自己嫌悪なんだけどそうお酒飲んだら楽しくなるから、うんまあ、でもそれが本性なんですよ超ネアかっていうなんかネクラがかっこいいとか思ってんじゃないのでちょっとなんか私ネクラよねみたいなそういう憧れみたいな感じじゃないのでもほんますごいネアかというかね明るい感じ、うん、常に自分探しの旅に出かけてるつもりはいるんだけどね分かるいやもう分からないどういうこと何だ自分探しとかしたことないやろいや旅好きよそれ旅が好きなだけだろそれは旅が好きなだけだろ自分探しがどっか行ってますからいや常に探してるね、うんいや自分どっかにおるんちゃうかな、うん、自分が和歌山行ったり四国行ったりしてるもう具体的にあ、おったおったみたいな怖い見つけて届けすんねんって話だけど自分と似たやつ見つけて死ぬねんマジでなあドッペルゲンガーとか自分と似たやつが3人おってそいつを怒ったら死ぬよあれなんなんあれはなんなんやろああいうの得意でしょあなたこっちの妖精池田の妖精ねえ、ねえ、まあ誰かが作ったまあどうせあれ似てるっていうのはどんぐらい似てる度合いのもう瓜二つ私この前宮古島にいたのに今大正駅にいたってラインが来たんですけど、うん、友達から全く似てる人がいたってそう水球棒がおるみたいな水球棒は今だけですけど、うん、いるって言われてそういるってことですよね、私のもうそんな身近に大正と宮古島ぐらいでなかなか危険だよもうやばいよ、おたらもうすぐ死ぬかもしれないですねあったらねうっかりねでもよく似てる人多いって言われるんですよあ、誰かに似てる、私の知り合いに似てるってすごい言われるんでまあ、でも多いと思いますそれぐらいのさ、ちょっと似てるぐらいやったらまあいいんじゃないそれはそうでしょ、ちょっと似てるやつにあって死んでまうみたいなみんなどんどん死んでまうバッタバタやんバッタバタ死んでる居酒屋とか行ったらこんなやつよ、みんなあこの死体の山は多分似てる人が多かったんだなって思うぐらい死んでるよいらっしゃいとかで、どっちが死ぬの両方死ぬの
え、両方死ぬ。あ、けど両方死ぬんじゃない？そこで三人おったら二人死んだら一人はもう絶対大丈夫ってことや。居酒屋やっば。居酒屋やっばいわ。居酒屋に自分に似てる人おったことある？だってカフェより居酒屋におりそうやん。声質とか。声質。そうだね。え、両方死ぬの？両方死ぬんで、いや、わかんないし。だって片方だけ死ぬっていうのもよくわかんないでしょ。その人はその人で生きてるわけだから。どっちが本物なんだってことですよね。本物？え？どっちが私なんだってことですよね。オリジナルなんだと。そうね。力関係の弱い方が死ぬんじゃん。力関係？何の力よ。いや、なんかわかるけど。それ何をやり？なんか金持ってる方が生きるんですか。会った時に。っていうこう負けへんで戦う負けへんで感で、なんか私が私をってこと、生きる力関係がベクトルが強い方がみたいな強そうやわ俺さきさんにそれ勝てる自信がないわ。でももう一人のさきさんも強いですよね。あ、そうです、強い、ね、それものすごい強いかもしれない。強いわ。てかトントンやろきっと。そうやな、んか両方死ぬんじゃない。両方死ぬの、両方生きるんじゃなくて、どういう理屈なんやろ。あれは何、都市伝説だろ。そうでしょ、理屈が、はい、そう、あの別世界の、うん、パラレルみたいな。あ、パラレルの世界の整合性が悪かったらどっちか消えるみたいな多分発想、うん、あ、だから死ぬというより消えるに近い。消えるんや。消えるのも嫌やね。でも消えたい。え、お、これからちょっと暗い話。そういうのに暗いのは。そうそう、私ネクラ。やめろよ。ネクラ自慢やめろよ。そうそう。ねえやね。私ネクラ。ねえ、かわいさアピールか。なんだネクラ。かわいさアピール。あ、ドペルゲンガーとは。はい、自分自身の姿を自分で見る幻覚の一種で、自己増減死とも呼ばれる現象である。ウィキさん、ウィキさん、ウィキさん、なるほど。どういうことですかね。そうだね。今見ててもぼやっとしてたよね。なんか。まあ死にはせえへんみたい。見て、幻覚の一種。自分と似てる人を自分で想像して見たと思っちゃってショック死するってこと。いや死ぬって書いてないやん。ショック死してないやん。一言でもあったらその虫が。えらい先に来たな。えらい先にオリジナルを盛り込んできたな今。すごいな。ウィキをねじ曲げたよ。すごいな。ショック死なんて一言も出てなかったのに。一個オリジナル盛り込んできたもんね。すごいね。死の出現は死の前兆と信じられる。ああ、ショック死ですよ。え、ショック死ではないじゃないの。私死ぬやんってなって。え、前兆やから。私死ぬやっていう、それでショック死。すごい。何ばつ。これはあの和歌山のあれ、あの方、妖精さん。妖精さんがしゃべってくるの。キリスト教的な発想ってこと。キリスト教だと関係ないじゃない。医学的ドペルガーの人物、周囲の人間と解放しなんですね。生き量なのか。生き量。本人に関係のある場所に出現するんだって、だから全然違うところにおらんってことだ。あ、だから幻を見ちゃってるってこと、単純に言うと。あ、なるほど。え、それは自分が見つけるんですか、それとも他人が見つける。全然違いますよね。そうだよね。そうだよね。で、自分が見つけたら死の前兆ってことだよね。そうですね。ね、だ、あったらあかんってこと。私がいな、知らないところでもいることがあるってことですか。第三者が目撃するのも含むとは。そうそう。おお、対象のドッペルゲンガー。まあそれただのそっくりさんじゃない、うん、多分似ているだけやと思うな。あ、め、冷たい感じやった。いやいや、おったら大変ですよ、死の前兆ですから、ね。これまだあの3本目のあのまだこっちもあります。あ、こっちもありますか。せっかくね、差し入れをいただいたので。じゃあそれを、じゃあしゅんちゃん、これ私開けましょう。はい、怖い。そうだ、もうまたポンってなるで、もうめっちゃ怖いで、あれ上手だ、それは。私、さっきこぼしてたよね。これポンって飛んでちゃうから危ないんですよ。そうなんだ。でもこぼしてたよね、さっき。めっちゃ斜めにしてるけど、いいの。あ、こなれてる、うん、そうなんです。でもパンシャッ、ね、お客さんびしょびしょっておもろいね。見てみたいけどね。見
僕らずっと土下座してるやろね。いい放送中ね。いやいやいや、それは言う。え、得意じゃない？やばい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 、それ取らんで大丈夫？まあ、はい、取らなくて。なるほど。硬い。いや、僕自分のやつ入れてる。全然取らんから。福山さんのやつ。いやいや、得意、得意の。ホテルで働いてたから。ああ、そうですか。あの、さっき、さっき、ちょっと待ってる間に。そうね、そうね。皆さん、お酒ありますか？大丈夫ですか？こちら。これめっちゃ硬い。全然、あ、ちょっと硬い。結構、これでどれだけの尺を取るんですか？いいじゃないですか。もう全部シャンカですか？もう大全部シャンカですか？早い。竹の部リーマンになる。そうや、これはどういうことですか？池田の妖精さん。池田の方の妖精が。こんばんは。こんばんは。こんばんは。見てますよ。あ、こっちか。こんばんは。こんばんは。池田の衝撃的やな。何ですか、だってサラリーマンってちょっとほら遠い感じじゃないですか、うん、むしろこうね、サラリーマンってどういう、どういうことですか、毎日、どういうことですか、毎日出勤をして、いや、家で、どう、お父さんがリーマンになるとかって別にいいと思います、うん、そうだよね。どっちかっていうといいよね。そうだね、うん、いいと思います。家で、あ、いいなったね。大きなったね。開きました。開きました。ました、そうです。え、なんかその心境の変化とかいうわけじゃなくて、まあご縁があって。別段何もか。別段ない感じですね。はい、あの、うん、家でずっと。あれやで、ここでここの会社に入りはったんやけど、はいはい、ここの会社の全員でほら社員全員で写真撮りますみたいな写真があるのね、集まりで一人だけ寒い着てるの、この人みんなスーツ、もうあれやめやがれ、ちゃんとスーツ着なはれやれ、ああいう時ぐらい。サラリーマンとはそういうもんですよ、そういうもんですよ、協調性ないわと思ったわ、言うて何してんねんと思って。写真撮るって知らんかった。あ、知らんかったか。うん、知らんでも普通。それが問題だけどね、そういうのね。うん、まあこれも衝撃的でしたよね。小山さん、京都での舞台お疲れ様でした。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ロビンソンさん。あ、出てきた。この写真ですね。うわ、ほんまやー。そう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 。ほら、一人寒いやねん。まあでもまあまあみんな楽しみだよ。人命か、人命か。スーツは一人もおらんね。大丈夫か、心会社。お前、T シャツもおるぞ。うん、そうそう、でもここの会社はすごいですよね。下北の支店があるんですか。ああ、もうすぐできます。もうすぐね。はい、もうすぐなんですか。26日にプレオープン。ああ、そうですか。なんかいいよね。デスク一角借りられへんかな。ああ、どうぞ。冗談冗談。ワーキングスペースとかあるかもしれませんね。あ、本当に。ビレバンの前あたりね。あ、本当。だから本田劇場の前とか。そうそう。すごいじゃん。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。そうだね。さっき宮川と吉本のような。これはすごいあれですよ。興味を引くタイトルですよね。その横のヌーピーのなんでボインやね。あ、ヌーピーというのがですね、僕私あヌーピーといえば、ね、あ、ほんまや、もらってたやんか。あの1月2日が誕生日なんですけども、今日お客さんに来ていただいているクロさんからお誕生日プレゼントなんていただきまして、あ、あのヌーピーの、ヌーピーの、僕がヌーピー好きやという、ヌーピーっていうのやめて、スヌーピー、ね、スヌーピーが好きやというので、ちょっとなんかすごい大きい。好き歴はどんぐらいの。いや、もうあの幼稚園の時からです。もうずーっと覚えてるのは、幼稚園の時に映画が公開されてて、それすごい見に行きたかったんですよ、うん、で見に行ったと思います、連れて行ってもらったと思うんですけど、ずーっとそっから好きですね。ちょっとな、気持ち悪い感じになってんの俺。大丈夫。いやいや、聞いてみて。大丈夫俺、気持ち悪い感じになってない、大丈夫。すごいですね、そんなちっちゃい時からずっと。そうやね、まあだからなんていうんですか、三つ子の魂100までで知った、これなってるわけ。そういうことだと思うんだよね。え、どういうこと。あの、ちっちゃい頃に知ってたことは大きくなっても好きだよみたいな。そう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 、三つ子の魂。わあ、おお、なんかセクシーな。すごいな、しかも映ってるの女子やん。セクシーめっちゃ嬉しい。セクシー毛布やん。
もうですよね。これちょっと開けなさいよ。キルモーフだ。着なさいよ。開けなさいよ。開けて着なさいよ。開けて着な。もったいないや。僕ね寒がりなんですよ。すごい。だから。うわ。へえ。こういう感じであるでしょう。いやいやめっちゃ嬉しい。ありがとう。クロスありがとうございます。ヌーピーやん。ヌーピーをこう抱きしめながらずっと家で来れるってことですよ。やばい。何聞いた今そうやね、これもどっちに持ってた方がええやろすごい悩んでんで、もうそれはバスってこの水晶バスって、まあ、うちにね来てもらったら僕がどんだけねスヌーピーが好きかっていうのは本当にこれポーズじゃないっていうのが分かります。ヌーピーね知ってるよね、壁掛け時計がディズニーです。やめろや、ディズニーだったじゃん。ヌーピーを通り越してディズニー、ミッキーマウスだったでしょ。何そのヌーピーじゃない感じはどうなんですか。冷蔵庫にはヤクルトがいっぱい入ってます。そうね、うん、ヤクルトレディがね、ヤクルトレディがね、レディがね毎週来はる。ええねんそれは。あの何統一せなあかんの。いいやろヌーピーって。あんたが言うねん、あんたが言うたから。いや分かる分かる。だけど何やあのさ、ディズニーの時はええやん。いやあれは壁掛け時計ゴッテディズニーやった。あれはもらったんですよ。そうだからそれはいいじゃん。あんたがスムーズに一緒くらいほら、俺は別にええねんけど、俺は否定してないよ。嘘はついてる。どうしよう、やばい、ヒゲの人がスヌーピーに囲まれてるとか嫌やん。本気でやがる。ほらほら。しゅうちゃん、しゅうちゃん、ちょっとカメラから外れてきてきた方がいいんだよね、やっぱりそれは。あ、そうです。いや、それはそうでしょう。じゃあ、気持ちよさそう。ポッカーですよ。いやー、いいなー。魅惑の変身ですよ。魅惑の変身なんや。これはちょっと3割増しで登場してくれんやろね。そう、あ、そうです。あ、そうですね。あ、せっかくやから、振る舞いで。あ、振る舞い、振る舞って、振る舞って。皆様、空いてる、空いてる皆様。赤かったすごい、うんうん、今差し入れのねワインは何足つったって何うずくまってるよ。すごい 何があったらそんなまたいなら足をつった。ああ、そうか、しょうがないね。もう頑張って生きてるから。頑張って生きてるよね。頑張って生きてるよ。ね、もう頑張って生きてるから。マジで痛そうなんだよね。でもね。すげえな。いくつになったらそういうことになるの？ちょっとまたぐと足がつるっていう。やめてよ、ちょ、同い年やから。守りたくなるから。あ、そうか。ね。いやそんな年齢になりたくない。もう時期やから。時期来るから。ほら見てあれ哀れですよ、軽く、ね、あれを哀れって言うんですよきっと。今ねストレッチしてストレッチしてますよ。ちょっともうな、切ないもうないやねん、もうないやねん、もう着る毛布着るだけでよかったのになんでそこ、あ、持ってきたな、さすが先輩配線すごいな、ものすごい汗かいてるやん。そんな釣ります自分で今恐れてる。アイスタ、アイスタ言うてるよあの人。また微妙に着方間違ってるよね、あれ。あれ合ってんの、前後ろ逆やん、うん、あれ前後ろ逆やって、しゅんちゃん。あ、あの前に切るんですよ。これは前に切る。これはこう切ります。毛布と一緒やからさ、うっそうって顔されてるけど、なんでやねん。そう散髪は美容院みたいな。あ、そうそこ気をつけてください。なんやねん、もういろいろなんやねんやわ、もうね、雪の女王みたいな感じ。あー、よかった。あー、よかった。ポケットまで付きますよ。わ、ほんまや。何入れんの、何入れんの、そこに。何入れんの、何入れんの、大喜利みたいな、やめてもらう。すいません、ちょっと足が。食いするよね、足が。こんな。ちょっと、一カバンまたぐだけで足がつる。はい。もうすぐですよ。西村さん、先日のカフェでの美味しい料理ありがとう。
ございました。さきともか今年のトークやってましたよ。さきとも画面そうですね。そうね、もういやーやってますよ。何回やったんですか今年。結構やってましたよね。いやもうね、どうせやるんだったらね、はい、やりたいなってね。なんかその不定期だけども、あのお客さんと忘れられない感覚でやりたいなと思って、ね、そうそうそう。この間のクリスマスバージョンをやってます。そうなんですか。ね、もうお客さんにもトナカイとサンタさんになってもらって、あ、格好してもらって、もうもう多いね、盛り上がりました。いいですね。来年はね、ちょっとロングランずっとやりたかったらランチ営業もやりたいな。すごい。今仕込みが時間かかるから、これをもうお店でずっとやっときたいなって。ああ、そうそうそう。その間にお客さんも来て、そうそう、だからお昼から夜まで1月に。あ、1月にやるんですか。やるから、もう毎月やってる感じ。まあ、あのお芝居に支障がない程度。前の前の時はあの来てくる灯籠さんと打ち合わせをそこで僕やらせてもらう。ねえ、すごいじゃないですか。最近役者仲間もね、うんうん、来てくれて。じゃあそこに行ったら役者に会えることもあるってことですね。お客さんと役者さんと半々ぐらい。あ、本当ね、うん、来てもらった。場所はもう決まってるんですか。コモンカフェですってやつ。もう脱いだんや。いや違うんですよ、あのこれちょっと畳もうと思って、この箱とかを片付けようと思って。あ、そう、あ、そう、ね、ちょっと今あの撮ったんですけど、また来ますよ。このお姉ちゃんがすごいよね。すごいよね、このお姉ちゃん。なんか着慣れた感、こういうの着慣れた感タブレット持ってますっていうことですね。持ってますよ、そら持ってますよ。もうカメラ目線バッチリ、裏もそうですよ。これなんか輸入物ですかね、やっぱりイタリア製。そう、だからイタリア人だわこの人。知らないけど、知りませんけど、すいません。いい加減のこと言うよね。大体僕8割嘘ですからね、言ってるもん、大体。本当にね、はい、ずっとこのまま年いきそうね。行くよ、行きますよ、そら。いやもう怖い怖い年とか、もう怖い、まあいいや。え、何で起きてる。あ、なんか俺来年役年みたいなんです。え、怖っ、え、怖っ。行きなはれ。え、怖っ。役払い。役は怖いよ。役は怖いっすか。結局行かなかったですから。どう捉えたらいいですか。どう捉えたらいいですか。行くことを推奨します。あ、そう、ね、はい、行けよっていうことね。嫌なことあった。あった。そう、はい、よっしゃ。例えば持っていかれてる、こういうこととか。え、これぐらいやん。こういうこと、ちっちゃい。いや、まあ、病気になったりとか。あ、そうか、いろいろありますね。じゃあ、あかんなってないよ。階段落ちたらも役のせいかもしれませんよ。そうですよ、もう自分で迫ってきてますよ。ダメでしょ、役のせいちゃいますか。役が迫ってるよ、役が迫ってるよ。え、でも男の役、でも来年からでしょ、だから今年関係ない。前役は2月から。あ、41やったっけ。41、今前役やもん。前役だ。もうすでに前役だ。あ、もうそれでレバー行ってる。レバー行ってる。うわ、全部行くよ。全部行くの。お金も健康も、もうなんか幸福になるやつが全部。マジで。そうだったら一緒に飲んでな。相当すさむことになると。踏んだり蹴ったりやん。なんかね、あれ自分もそうなんですけど、まあ、そう、周りの人に方が波及するっていう。マジで。自分で受け。わお。あ、来た。あ、なんか来たよ。ああ、来た。そうそう。本屋。え、だから俺51年生まれだから。うわー、完全じゃないですか。だからね、実はね、関西小劇業界に51年生まれが多いんだよ。あ、多いね。51回やん。これ今年では。前役ですね。前役です。ほな来年はもう本役になっちゃうんです。うわー、これ男やんね。うわー。だから末剣もそうだし、はいはいはい、横山くんもそうだし、はいはいはい、まあ、かっちゃんとかもそうだし、はいはいはい、堀川くんとかもそうなんだ。マジ58年生まれなんで、今後役です。もう抜けたい。イノシシ。次の2月で開けるってことですか。
はい、あ、今が後役？はい、イノシシ。そんなん、そうか。階段は気をつける。いや階段もないでしょ、一回やった。前役で階段やったら翻訳偉いことやる。ね、ものすごい階段。ものすごい階段ない。階段ない。蒲田更新曲がいいの。なかった翻訳の時。僕はもうめっちゃ行ってましたからね。行ってた、どっちに？お払いね。お礼にも行ったんですよね。もちろん。だから足掛け5年行きましたよ。どんだけバズってんの。僕は生まれてきて知り合いになった中で一番お祓いが好きな人な。本当にこんなにお祓いが好きな人は見たことないぐらいお祓いが好き。すごいよね。もう、まあそうですね、お祓いは嫌いではない。やったツンデレ好き。ツンデレね。ヤクさんは役が落ちるので役除けに行かないというのを聞いたこと。そうだよ、ね、これよくね、よくあるけど、そう思って行かなかった、ね。でも役と役ちゃいますから。なんか役展示したらいいって言いますよね。あ、そうなんだ。どこで展示するの。まあどちらも迷信かもしれませんけど、まあまあそのいいですよ。役払いは行った方がいいと思うんですよ。なんか7色持ってたらいいっていう。7色のパンツ持ってたらいい。はいはい、7色のパンツ。あのパンツって身につけてるやん、ずっと。だから7色のパンツつけてたら。7色のパンツで毎日それ履いてられないでしょ。7色のパンツって何。7色の色がレインボーなパンツを常に履いておくの。うわ、俺もうめちゃくちゃ陽気な人間になりそうな気がする。ちょうどいいやでも言われたね、うち自分が翻訳になる前に、はい、履いてたの7色のパンツ。え、履いてた。何してんのアナウンサー。恥ずかしい。でもブラとセットで7色の。7色のあの、なんていうんですか、ごじもじくん。そう、もじもじくんね。もじもじが7色着てましたけど。でもそれ常に身につけとかないといけない。そうです。だからストラップとかで昔流行った7色とかは流行ってましたよね。私もなんかたくさんいただきました。7色あったらいいって言って。言うよね、7色を。まあ聞いたことありますね。7色。いろんな色つけとけよみたいなこと。そうですよね。なんでそう言われてるのか分かるよ、ね、7色持ってたり。まあそれももしかしたらちょっとこう恵方巻き的な。誰かが考えた、まあ、全部そうでしょうけどね。ザクッと言うとね、バレンタインのチョコ的な。そうです7色のパンツってユニクロに売ってる。ちょっと怪しいかもね。もうつけたら教えて。自分で持ったらダメなんですか。ね、え、7色に自分でパンツに塗ってそれをいつも履くの。体に塗ったらなんかどっかにさ、なんかちょっとタトゥー的に7色シール貼っとく。あんた何そのパンツって言われたら、うん、オリジナルやね。そうか、うん、そうだね。役やし、そうか。アーティスト気取りだよね。そういう言い訳はいきそう。まだいけるよね。でも、そうか。パンツにまで絵描いちゃったか、こいつ。なんかなんだろうね。まあそう。パンツに絵描く人ってネクラっぽくない。パンツに絵描くあったことないですね。そもそもどういうこと。描く欲求はありますか。パンツに絵を描きたいという欲求ですか。ないですよ。ないでしょ。ないと思う。だってデザイナーさんでさ、裸体にこうね、あ、裸体ならわかりますよ。パンツは違う。ダクさんとか裸体にさ、ね、書いてたりするやんか。パンツは違うの。パンツ、スペースがちっちゃい、そういう問題。いや、なんなんやろ、それ突き詰めていくと僕もよくわかんないんですけど。もうこんなんやったら、あの、単純にパンツに絵を描きたいとは思わない。もうそれだけ。広い石そこに筆を振るうなら、うん、全然別に何にも。いや、頼まれたらやるかもしれないけど。キャンバスかパンツかって言ったらキャンバスや。それはそうでしょ。ああ、そうね、そうね、そりゃそうだね。
まあ、そうですね、うん、7色使わなあかんのやろ、それも。そうそう、7色の絵ってそこそこギンギラしてるから、はい、そうそう、うん、でもチャーハンテイストを取り入れてお願いしますってオファーで、パンオファー、オファーだから役の人が、だからそうそう、グッズで、グッズで7色作ってくださいとかいう、それあるかもよ、いやちょっと売れるんちゃう、めっちゃあると思うよ、51回のメンバーとかパンツ、ほんで7色のそれがおしゃれやったらみんな買うやん、うん、買う、やっぱり T シャツみたいなやつで、そう、うわ来るわ、来年来るわ、これうわこれほらこんなんやんね、でも俺のいやだからもうこれピンポイントに入れといたらいい、あそうやね、いやこれビジネスチャンスが来たんだ、だからだからあれやわ、ちょっとマヤにパンツの パンツのそう、こういう謎の部分あるじゃないですか、はい、あ、男性しかわかんない謎ではない、なんか何かを、何おそらく何かを出すところがあるわかるやん、やんわりやんわり、そこにちょっとなんかあのこうヌーピー書いときゃいいじゃん、どういうこと、え、どういうこと、どういうこと、どこにヌーピー書くんだよやめろやん笑顔ですよ、いやいや笑ってる、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 笑顔、なんでよ、え、それ乗ってる状態なの乗ってる状態乗っかってる、難しいな、せやな、乗ってる状態やね、なんかボコッとしてるとこ乗ってる状態、え、間違ってるよ、役余計にはカラーだから、ムービーを敷くんじゃないな7色ってよ、もうこのフレーズで白黒やから別にムービー巻いちゃえ、それはさ、もうこ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 う、あ、違う、もうあれやろ、それ食えたらここだけでいいやん、あ、でもこういうのあるやん、ゴムのとこだけこういうの、それかさ、あのヌーティーのあの相方のさ、あのふさふさしたの、チャーリーブラウン、チャーリーブラウン、チャーリーブラウン、ふさふさしてチャーリーブラウンあげたら1本しか折れへん、ふさふさして、なるほど、ライナスのことか、ウッドストックか、違う、なんか、なんかウッドストックか、あの黄色やつ、ウッドストックやん、それ70年したの、鳥のことやろ、逆さまのことやろ、ちっちゃいの、そんなわさわさ、そんなわさわさしてないよ、これあ、これわさわさ、わさわさしてないよ、してないやろ、この子でしょ、これこれウッドストックっていう、あれ黄色いのちょっと7色にしない、黄色いの7色ってもう意味が全然わからないどういうことこれ黄色やから、この子はやめてあげて、赤とか青とかにすんのやめてあげてちょっとさ、ちょっとあの白いアスカ的な、アスカ的な、何を言うてんの、サキさん、サキさん大丈夫、何やな、アスカ的なって意味分からへんやないの、サキさん、なんか変なところでアクセル吹かれしだしてるけど大丈夫だよ、もう忘れてる、忘れてるじゃないの、あかんやん、ちょっとあかんやん、これがあかん、あかんやん、やばいやばいやばい、ほんまに気をつけてください、そうです、そうですよ、まあだから役払いは行かなあかんかね、まあ行っといた方がまあ安心というかね、いや行っといた方がいい、行きました役払い行った人、あ行ってる、行ってる、行ってない、あ行ってない人もいる、行った、あ行った、うん、まあけど経験として役払いはしてみたいけどね、その、あどんなんやってる、神社行ってなんかやりはるんでしょ、そうです、この役って外国もですか、世界共通なんですか、役って、えこれは神道じゃないの、これは神道だと思う、うん、中国もあるかも、ああ流れで来てるけど仏教じゃないでしょ、仏教じゃないね、うん、気づかなければ気づかないで済んでいくってことですよね、そう、もちろんもちろんもちろん、だからその頃に体のガタがよく来るよっていう話なんだとは思うんだけど、うん、なるほど、気をつけなさいっていうね、うん、なるほどね、役は気をつけなくてねあのそうですね、した方が、もう役は全部お墨ですか、お墨ですね、お墨ですよね、うん、あ、女子はちょっと分かんないけど、もうお墨です、お墨です、うん、女子の方は役は多いんだよね、多分私もう一回来るんですよね、30代に、あ、そうなの、30代に、30代にもう一回来るのと19、20歳ぐらいの時にね、確か全然気づきませんね、女性は多いんだよね、そうね、え、でも男も同じぐらいあるんじゃないの、でも男は41の時が一番大きいんですよ、まあそうですね、そうです、ごめんごめん、うっかり飲み屋と同じトークしてるわけごめん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 ほんまやごめん、ほんま声も若干小さくなってごめんここだけでなんかうっかりだった、うっかりだった、うっかりだった、ごめんごめん、なんかこの空間がほっこりしてる、買っていこうよ、よし
そうです、そうですよ。だから、そうです。あの、気をつけてください。メリークリー2016。おー、来た。皆さん、あの、どうするんですか？メリークリスマスの時は。どうするんですか？どうやって過ごすんですか？もう、あの、あれ、オープンにしていきましょうよ。明日、明後日の予定を。明日は、はい、小中亭のロータスの大掃除に行きます。なるほど。はい、色気も何もないです。色気も何もないです。まあ、いや、それは、大掃除は大事。大事な。はい、いや、いつってやるんですか、あれは。お昼まで。あ、お昼まで、はい、そこはどうするんですか。どうするんでしょうね。あ、みんなでこう、ワイワイしたり、食べたり飲んだりして、はい、パーティー、クリパ的な。クリパ的な。クリパ的な、そうですね。そうかもしれない。あるかもしれないね、っていう感じですか。それが私のクリスマスです。あさってもあるんですよ、クリスマスといえば。そう、クリスマスって、うん、あの、2日あるじゃないですか。イブって何なのっていう話。イブは何でしょう。そう、どっちにプレゼント。そう、どっちに何プレゼント。25日の朝じゃないですか。え、サンタさんが来るのか。来るのが25日の朝ですよね。24の夜中に来て、そこでセッティングしてあるってことでしょ。セッティングあったんですか。え、セッティングって何なの。枕元に置くっていうサンタさん。あ、靴下に入れるとか配っていくってことですか。せで25日ですよ。25日が誕生日でしょ。誰のキリストさんでしょ。何の話してんねん。誰か友達か。そんなやつがおるかもしれないけど、それはもうただの飲み会やわ。いやキリストさんですよ。あ、そうしないと、あの日ですから。もうはめでだよ。そのトーンでの誰のは誰のわかる。そうですよ。これがあかんねん。これが美味しいね。美味しいね。クリスマスはいかがお過ごしですか。でもこれみんな焼酎店メンバーだから、そうなんですよ。明日お掃除みんな行くんじゃん。いや、僕ちょっと足できないんですよね。セロさんの代わりに磨いてきます。じゃあ俺は行こうかな。じゃあ、あれ、今決める感じ。みんなどんな感じなんやろと。いや、みんな行くよ。みんな焼酎でラインにみんな行く。お掃除行きますよ。お掃除。激落ちくんのスポンジを持っていくつもりですから。うん。お掃除大好きなんです。え、その焼酎亭を差し置いても行く予定があると。いやいやいや、ちょっとお仕事です。あ、お仕事。あ、お仕事ですね。これなんです。え、もう飲み会飲み会。なんやねんこれ。昭和の男やこれやんのは。どっちかやったら。まあ、今時飲み会でもこれはどなたやとのっていう話はせんしね。これって言われるよな。びっくりするこんなん。このジェスチャー。え、これないの。ないでしょ今の。え、もうこれはないの。え、じゃあこれの代わりになんの。これみたいなでしょ言ったら。え、ないの。ちょっともう。え、何。何よ。え、最近は何なんこれの顔。手とかではやらないんじゃない。もう言ったらいいんじゃないですか彼女みたいな。そういう感じ、スマートにこうピロッていく感じじゃないんですか。わかんないですけど。彼女さんって言い方しますよね。何あの下がり方とは思う。彼女さん。そうですよ。え、それを言わずともこうスマートにこれやったんじゃん。スマートじゃないよね。全然スマートじゃない。これもしないですよね。これ何。お金。これめっちゃ深い。これこれ、あ、おい、ちょっと危ない。おい、こら、水気もん。こら、お前は、こら。何でも自由だと思っちゃダメなの。何で怒られたの。水気もん。判定。これはしますよ。本当ですか。しない。まあ、どうだろう。まあまあ、似たようなもんか。似てますね。そうですね。飲み会ではよくあのこういうやつがやりますけどね。こうやったらすごいな。それはさ、やれに見えないとこでもやらない。それはさが、まあ、やってますよ。それはよく見ます。すごい修郎さんが笑ってくれる。そうなんですよ、まあまあ僕は好きなんですよ、これが。ないないないな感じ。ないない、ちょっとさすがに。もう無理、それは無理。全国放送でやったらダメ。それはもうご想像にお任せします。まあ、あと15分ですけどね。もうじゃあやっていいかって。いやいやいや。ちょっとは身のある話を。身のある話。あの、シン・ゴジラ。身のある話な。大体ありましたね。真田丸逃げ恥ね。そうそう、どうやった。いや、僕ね、結構ね、真田丸にハマって全部見た。僕の周りもいますね、たくさんいますよ。すごい面白かったらしいですね。
うち右端派、はい、あそういう方もいらっしゃいますね。いやだからさ、あまあいいや、そんなもない。いやマニアックな話をするとさ、実は真田丸のその最終回のタイトルがなかったのよ、なかったんだけど、実は逃げ恥にしたかったじゃないのとかちょっと思ったの。あ、そんなタイトルをつけれそうな。 CM 的に家康が逃げるシーンが、まあ、もちろんあの大阪夏の陣だからあるんですよ。だから実はちょっとつけたかったんじゃないのって思ったりした。逃げ恥でも真田丸のパロディしてたしね、ちょっとなんかあったりしてた。さっきまで大熊くんがいたよ。いたの。あ、いたね。3時までのイベントでね。なんかそこで整体受けてた。いいです。整体とかいいですね。2017年の目標とかないんですか。あ、そういうのいいんじゃないですか。なんかやっとね、なんかこう。うん、そう。それっぽい感じ。それっぽいで、まあまあ、そうですね。あと15分で。どうですか。どうですか。どうですか。私ですか。うん。どうですか。なんでよ。え、ないの。あるでしょうよ。ノープランで今振ってみた。いやいや、みんな私言い出しっぺだから皆様からどうぞ。2017どうするんやろうな。いやまあ、うん、けどもう結構スケジュールが。思ってます。いやいやまあ、いや前半だけね。へえ、すごい。は多少。うん、まあ言っても1月2月3月ぐらい。ああはいはい。まあ結構大変か。ああ。そういいですね。シーン。え、俊郎さん目標ないんですか。目標。目標じゃなくて。あの大人になったら何になりたいとか。そうです。あ、そういう。何かな。抱負ですか。まああの毎年言ってますけど、穏やかにあの暮らせたらいいな。波風立たずに穏やかに過ごしたいですね。これちっちゃい。さよなら。早い早いよ。じゃあまあどうですかね。まあそこはもうさっきのあのあれじゃないですけど、おじいちゃんそうはまあおじいちゃん。いやいやあのね、あのそうですよ、さあのさっき、うん、さっきのあれじゃないですけど、もう何がほらいいこ自分にとってね、幸せなことかほら。いろいろ経験するとね、うん、なんとなくほら、あこれはいいなとか、これはちょっと嫌やなみたいなのあるじゃないですか。うん、うん、そうしたら、うん、そのまあ僕らほら芝居とかやってますけど、いやもうかなわこんな話。ほんま飲み会でやってよこんな。ものすごい真面目な。いやいやいや、だからそんなないです、別に抱負とかないです。普通に暮らしたいですかね。普通に暮らしたい。うん、まあ楽しく。楽しく、はい、ね、楽しく毎日暮らして、はいはい、あれだよね。どうですか。あ、うちですか。いや、あ、芝居ももちろん好きなんですけど、芝居だけで年取りたくないなと思って。わお、ほら意外。何それ。いや最近ね、思うやん、年取ってきたら、はい、取ってきたら、その振り返ったら芝居しかやってなかったって、うん、いいんだけどその他にもやりたいことがあるのを押し殺してお芝居に時間を費やすことが多いじゃないですか。はいはい、まあそうですよね。どうしても、はいはい、あの趣味とかやりたいこととかっていうのが結局時間がなくて、お芝居の方にっていうので、いろいろこう時間を、犠牲にしてるところが多いので、そうですね、極力お芝居のない時とかは、うん、極力やりたい芝居以外のやりたいこといっぱいやりたいな。だからそれはさっきとももそうやし、さっきともカフェもそうだし、はいはい、旅行もそうだし、なんかいろいろといろんな人とあのつながれたり。ああ、なるほど。めっちゃええこと言ったんじゃん。で自分で。うん、いいと思います。いいと思います。いや、そうかなと思って、うん、来年も。でも芝居でガンガン行ったるぜみたいな気持ちもあるんでしょ、でも。いや、まあまあそうなんやけど、二人芝居みたいですけどね。二人芝居やったよ。いいですよ。いや昔ね。昔ね。そろそろ芝居をやってはるからね。二人芝居もやっていいんじゃないの？と気はする。なるほどなるほど。まあそう。肩で見てて。まあだからね、あの。やれる可能性があることをいろいろやっていけたらいいな
来年も。じゃあもうお芝居ができなくなった時もいろいろやれることがいっぱいできたらいいなというのも年々いってね、お芝居がなんか体が動かなくなって動かなくなって年を、さきさん動かなくなることあるんですかね。ちょっと話しようかこれは長くなるな、だからなるほど、いやそうかなと思うわけですよ。なるほど。やっぱり来年とかは一人芝居を、まあ、あもちろんね、柱にしてやっていく感じ。 もちろんその一人芝居もいつまでできるかわかんない。もうさっきからそういう話ばっかりやってるけど大丈夫、体とか悪いよ。いやじゃないけど、劇団でもないしね、大所帯じゃないから自分のお財布事情だってせちがらいこともあるから、いつまで続けれるかわからないけど、やれるところまでもちろんやっていきたいよ、やっていきたいけど、まあ多分限界がいつかは来るやろうなっていうか、ゴールが終わりが来るやろうなって思うから、やれるとこまでは自分がやれるとこやって、それまでに他のこともいろいろやっていきたいなっていう欲張りな感じでやれたらいいな。なるほど。もちろんもちろん芝居もやりたいですよ。どうしたらいいなんかあんまりパッとしたのがないね。パッとしてね、うん、まあ、けど来年も東京で一人芝居とかやりたい。やります、やります。なるほどなるほど。来年もやります。そういうことだと。まだ継続ってことかな。あ、そう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 、ね、今やってることを継続して、うん、今年から始めたそのプロジェクトを継続させていくってことだ、ね、そうそうそう。一発は誰でもできるんですよ、はいはいはい、続けることはね、はい、大事ですよ。おいおお、偉いプレッシャー与えたよ。おい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 、やらないよそんなの。そうそう、ほら見て見て、制作めっちゃ嫌な顔してる。巻き込んでる。いや、でもほら、あんまりそうなやるやるとかなったらね、しんどくなるじゃないですか。だからまあまあちょっとフレキシブルにね。なるほどね。うん、そうですよ。ともちゃんは。私の目標ね、そうですね。さきさんと360度逆。360度いったら360度って、あとの1回転したら一緒やん。なんちゃうよ、一緒やん。じゃあ全く同じみたいな、なんやろな。なんか修道さんめっちゃ腹立つ。なんで俺やん。いやあんたや言った。なんで360度って。なんでやねん。365日よ、あなたそれ言ってんの。360度です。あ、そうやそうや、まあ、とにかく180、ブラカーですけど、無欲でいようと思って。え、さっきやは欲の塊ってことそういうこと、ね、どういうこと、どういうこと。もう大丈夫、ちゃんと話しようか。欲張り言ってたじゃないですか。あ、欲張りを取ったわけ。そうね、はい、びっくりしたもん。すごいな、言葉のチョイスが、ね、すごいよね。いきなり喧嘩欲しかった、ね、無欲。喧嘩を売りたくないタイプです、うん、売り切れですけど、うん、そのあ今あの売り切れのラインであの D がすごい笑ってる。何言ってんだろう、何言ってんだろう、何言ってんだろう、何言ってんだろう。売り切れじゃなくて、なんだっけ、無欲。あ、無欲無欲、はい。なんか一回こだわり出すと、あれもこれもやりたいってすごいわーってなるから、はいはいはい、一旦こうちょっとへえ冷静になろうと思う。平になるじゃない。平って書いて平って書いて平だ。フラットに。腰淡々。悪そうやな。イメージ。なんか言葉のチョイスがさっきおかしいな。なんなんその。淡々って感じ。今。いや、わかる。いや、わかるけど。腰淡々。無理。腰淡々はまあまあ違いますよ。腰淡々ってキラキラしてますよ。その人びっくりした。全部置いていくよね。虎視眈々なんて悪代官くらいしか聞いたことねえよって言葉だし。あ、なんかこう淡々としてるのかと思ったんです。あ、真逆です。真逆、淡々。音だけで今言うフラットに行きたいです。フラットに行きたい、はい、あ、そうなんだ。だからなんか来るものをまあちょっと捕まえていくみたいな、チャンスがご縁があったらなんかやっていくみたいな感じですか。それも求めず。え、何もしないってことですか。え、どういうことやろ。なんかちょいちょいね、武士になりたいっていう。武士。あ、腰たんたん。いや、分かるよ、出してくれんでも。大丈夫大丈夫大丈夫。いや、俺は分かんなかった。そういうことなんだ。でもほら、そういうことですよ。ここです。そうだよ、こういうことですよ。
だからこれ狙ってるんだよ。狙ってるんだからギラギラしてるんですよ。ずっとギラギラ、超ギラギラしてるよ。おとなしくこいつがチャンスかって狙ってる状態をしたんだって言うんだよ。こういう状態。いつでもいつでもやったるぞお前。ずっと飛びかかる準備してるってことだよね。でもこうじゃないじゃないですか。いやもうでも こっちはもうすごいメラメラギラギラしてるんだから、皮一枚であんま変われへんと思う。そっか、まあちょっとまあまあそまあまあええやんか、まあまあいいよ、ここで揉めるのはやめて、言葉のことでね、そんな揉めんのは。まあまあ、来年はだから虎視眈々と頑張りますってことやな。武士になりたい。武士になりたい。武士になりたい。いつでもやってあるぞってことや。ずっと武士になりたい。武士になりたい。あ、武士になりたいとか言ってんの？どこですか、武士の。どの辺が憧れ？何があっても騒がず。平常心。平常心。それが武士。私ちょっと2センチぐらい浮いてるんで常に。あ、それをこう。ドラえもん。なんか知ってる。ドラえもんやな。え、ドラえもん、浮いてるんだよね。え、浮いてるんですか。浮いてるんだよね。へぇ、ドラえもんの中の未来は全員ちょっと浮いてるんだよね、確か。あ、ほんと、だから飛び降り自殺ができないとかね、そういう設定になってる。へぇ、そうなんだ。あ、そういうことか、落ちてもこう、ヒュン、そうそうそう。へぇ、そう、まあ、いいんですけど、武士になり、武士になり、夢2017年、武士になりたい。無理やで、武士にはなれへん。武士の精神を取り入れたい。なるほどなるほど、そういうことね、はい、いい終わり方になったね。全然良くない。うわ、あと3分の話、あと4分、やばいやばい。もっとなんかちょっと希望に満ち溢れたね。そう、なんかそういう展望みたいなのないんですか。なんかあんまり、おうち料理やる、あ、やる、あ、やるの、やる、わかんないです。言ったよ、今言った、もう冷静に。どういうこと、やばい、もう時間がないから。でもどっちなん、どっちやんの、やる機会を虎視眈々と、あー、ギラギラしている、こっち、こっちじゃない、一緒だよ、一緒だよ、全く一緒やない、こうや、もうそこで言葉のことで揉めるやん。やるよ。だから小松日和もまあやるかもっていう感じですか。ことがあったらいいなっていう。いや、そのぐらい。ドライヤーにだいぶダメージ受けるから。なんだろうねこれ。なんかないのかね、もっとこう。吉野さんはないんですか、そのシビロシアター。シビロシアターはもうないですよ。ほら、後でまた坂口さんに言われますよ。だから、いやいや、だから、いやいや、だから、なんていうの、ないですね。まあ、終わったばっかりやん。そうですよ、そうですよ。だんだん何も考えられないですよ、ね。何がしたいかな。まあ、健康で、ね。そうですね。健康、いや、もうほんまに。いや、大事やね。めっちゃ大事。健康は大事。でもね、新しいことしたい。ちょっと。え、何、ちょっとゴミが飛んでついたんです。飲み会か。ただの飲み会か。わかるけど、新しいことしたいです僕は。お、はい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 、それ何かわかりませんけど、お、うん、はいはい、何かちょっとワクワクすること。シュビローシアターですら新しかったのに。そうですよ、だからシュビローシアターの第2回で、また新しいことするかもしれへんし、まあ、全く違うこともしれないですけど、腰たんたんみたいな感じです。まあでも、ほんまに、さっきも言ってたように、ちょっとほら、まあ、年も取ってきて、うん、できることもどんどんほら限られてきますから、できる時にいろいろやっときたいよね。なんやろ、なんかダメージ受けたね。何すごいダメージ受けた。だから飲み会かって言って。ほんとですよ。ファンの人たちがさ、見ててさ、例えばファンの人たちが見ててやね、いやでも年取ってきたから、あのことはとかいう話に若い聞かされてもさ、知らんかなみたいな話にならへんのかな。いや、だから新しいことやりますね。やるって言ってねえから。やるらしいです。やるらしいです。やれるとこでやろうって言ってる話。無理はしたくないらしいです。いや、だいぶ無理はしてるよね。メラ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 こっちにメラメラ、うん、こっちこっちですか、腰たんたんとちょっとよくわからない全然よくわからない、ね、いい着地点になりましたね。あと1分やんか。もうなんかないんですか、最後に言うとこととか告知とか、その最後にこととか
2時間まああっちゅう間だね、ほんまに結局居酒屋トークでね、はいはい、まあそうなりますよね、なるわね、そらもう、まあえ、ちょっと待って、このままそんなあかん、あかん、ふわり終わらそうな、でもこれ別にない、そんな厳密なもんじゃないでしょ、これ別に30分だったら CM がバーン入るとかいうね、妖精さんそんなことないよね、大丈夫です、大丈夫ですよね、だけどここ借りれるのがややこしくない、あ、まあ時間がってことですよね、うん、え、何を心配してんの俺はもう今ちょっと企画サイドに入っちゃってるから、ね、最後にご挨拶したいじゃないですか、これ2016年をありがとう皆さんって、なるほどなるほど、ああいいんじゃないですか、はいはい、言っちゃったけど俺も聞きながら言っちゃったなと思ってこの後何を言ったの、そのもう一回言ったところで何の信憑性もないわな、私も言ったから思いました、言っちゃったんだろうね、伝わったよ、伝わった伝わった、俺らに伝わった、みんなに伝わっちゃった、願いのテレビは願いのテレビで、こうラジオ日和はラジオ日和でね、はい、そうね、だからどうやったら聞ける、どうやったら見れるっていう、そういうことを説明した方がいいじゃないですか、願いテレビはどうなんですか、願いテレビはユーストで見れる、ユーストリームの無料アプリで寝返りテレビって検索してもらったらバンと出てくるか、ツイッターで、3人の、ツイッターでアドレスをペッと引っ付けてるんで、はい、それで検索してもらったら月1回不定期でやっております、はいはい、来年もまだよろしくお願いします、はい、はい、ラジオ日和のラジオ日和は YouTube とポッドキャストで配信してます、で各週金曜日に配信するんですけど、過去のものはいつでも YouTube とかポッドキャストで聞けますので、こまち日和の Facebook とか Twitter とかラジオ日和のブログとかありますので、そこで過去のものも最新のものも聞けますので、ぜひご覧ください、そうそう、このこのおっさんと、はい、このおっさんとこの姉ちゃんが物質系デコボコラジオですね。物質系、はい。またののはぼんやりラジオですね。でもそれ聞いたことないですよ。ぼんやりラジオの。あ、そうですよね。うん、大体ぼんやりしてます、ね。ぼんやりはしてますよね。30日。次がの配信が、次の配信は12月30日です。ギリギリですね。ギリギリね、うん。ぜひ聞いてください。この後に収録があるんですよね。あ、それを非公開ですが、はい、はい、はい。メッセージ今からでも間に合います。まあ、酔っ払いメンバーで収録する、そうですよ、恐ろしい、恐ろしい、そのままの、ね、流れで収録はさせていただきたいですけど、下ネタばっかり入れる、そうなんですよね、もうガンガンね、もうピーって入るようなことばっかり、ピーってね、D が何トイレ行きたいんだよ、足がね、ちょっとすいませんもう全然閉められへんやん、いや別にいいです、まあ、そういう意味で言うと俺は今トイレに行きたい、いやうちもやん、せやろ、私もです、そういや、いや、閉めようよ、はい、はい、うん、はい、2017年もどうでしたか、そうそう、あ、16年も、はい、ありがとう言うて、なんかありがとう言うて、ありがとう言うて、せーの、ありがとうよかったよかった、はい、また来年もよろしくお願いします。